はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、キコーナチャンネル、本日はキコーナ加古川店から生放送です。お願いします。お願いします。なんかね、ついこの間加古川店放送したばっかりなんですけど、本日もね、加古川でやらせていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。ね、前回とメンバーが今日もちょっとね、なんかまあそれは置いといてじゃあ今日もね、ちょっと前回のメンバーが変わってるということなんで、じゃあ改めて自己紹介をお願いしたいんですけれども、じゃあ副主任からお願いしていいですか。あ、かしこまりました。はい、本日2回目の出演となります。はい、マルタマ、はい、です。はい、お願いしますはい、マルタマ君。あ、前回に引き続きまたお願いします。はい、前回も出演させていただいたキコーナ加古川店社員のまゆみと申します。はい、お願いします。もうなんかあれですね、速攻まゆみ堂のコメントいっぱい来てますけど。ありがとうございます。ね、いや、ツイッターもね、前回の放送から、はい、始めていただいてありがとうございました、本当に。ありがとうございます。ツイッター見てるよってコメントもね、いただきましたけど、ありがとうございます。どんどん皆さん、フォローしていただいてね、まゆみ堂、みんなで人気者にしていってあげてください。ぜひよろしくお願いします。丸玉、丸玉。丸玉は何のあれかはちょっと何とも言えませんけどね。そうですね。はい。店長の悪知恵かなと思いますので。はい。じゃあ今日はオープニングを2人でやっていただくということで大丈夫ですかね。はい、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ加古川店もお知らせがあるということなので、じゃあ先にこれお知らせをまゆみ堂に先してもらって、その後に丸玉くんにお願いしていいですかね。はい、はい、じゃあお願いします。じゃあまゆみ堂からいこう。はい、8月20日にですね、新大入れ替えいたしまして、今回メインでハイスクールフリート5台と、はい、鉄拳のライトミドルが3台入ってます。はい、設定付きも3機種入ってまして、はい、人気の桜バージョンのやつが海のドラムで出てますのと、はい、あとキャッツアイとキャテンの星も入ってます。あとバラエティの方に寿司三昧とお化けランド会ですかね、はい、入ってまして、スロットこれオーバースロットなんて言うんですかねそうそう、それ題名がね、ちょっと私もわからないんですけど、まあ一応はい、オーバースロット、オーバー何やったっけ、オーバースロットでいいんかな、なんちゃら、オーバーロードやね。なんか、はい、略してオバロっていう方が多いみたいですけど、はい、まあ、こちらも導入済みということですので、はい、導入済みですので、はい、ぜひ過去があってにてご意見してください。はい、お願いします。お願いします。じゃあ次はあれやね、丸玉くんにお願いしましょう。はい、9月2日から、もう台はお店にあるんですけれども、はい、稼働する機種がパチンコ4機種とスロット1機種ございます。はい、メインには北斗の拳8の覇王が入っております。はい、あとウルトラセブン4台と、はい、平時2が1台、はい、あとエヴァのプレミアムモデルが1台、はい、でスロットの方がタイガー&バニー入っております。はい、お願いします。はい、ぜひこちら、こちらは9月2日からの最速回転になっておりますんでね、はい、ぜひぜひ加古川店よろしくお願いします。お願いします24時間テレビのオマージュですかって言ってますけどちょっとT シャツの色がね、ちょっと某番組と被っちゃいまして、まあ、申し訳ないんですけども、今日は裏でもね、裏じゃないな、地上波って言ったらいいかな、でも生放送行われているそうなんで、負けずにね、頑張っていきたいなと思いますんで、お願いします。お願いします。もう今日は店長出てこないつもりでいいんでしょうね。そうっすね、そうっすね、ちゃうやろ、あ、出てこい、あ、出てこいや、今日は2人でやって罰ゲームしてもらおうかな。いや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 、もう逃げに入ってますけど、あとは勇気だけだ。おおおおお、加速装置お腹揺れてるわ早く来て、早く来て、加速装置で早く来て。確かに T シャツ見てる。いやー、地球一周してきましたよ今ブラジルは、はい、ブラジルは夜でしたね夜でしたねということで、はいはい、森茂樹さんよろしくお願いします。どうもよろしくします。募金しに行きますということでね、そちらの両国国技館に行っていただいて、はいはい、加古川店には遊びに来ていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ今日は3人でやっていくんですけども、はい、じゃあまあ今日も罰ゲームありということでいいですか。まあ今日も実力主義ということでしっかり出玉勝負しましょう。ほんまかよ、はい、前回ちょっと大人げない行動がね、放送されましたけど。大人げない行動お、あ、気のせいですかね。あ、藤沢ですねちゃうやろ、 はい、まあ、前回も引き続いてね、罰ゲームもやっていくということなんですが、はい、まあ酒の店長にちょろっと今日打つ台の資産みたいな感じで言っていただきましたけど、はい、加速装置の機械ということで。そうですね、今日は009、コールオブジャスティスのライトミドルバージョンのシダということでいいですね。はい、はい、まあこちら5台ありますんで、まあ、そのうちの3台をお借りするんですけども、まあ、一応ご用意いただいているのが左端、真ん中、右端ということなんで、まあ、ちょっとどれが出るかちょっと今日は分かりませんけど、まあ出玉勝負でいいの？連チャン勝負？あ、1台開けて？え、うん、
まあ全部言ったよ。はい、え全部言ったよ。大丈夫ですか。うん、大丈夫大丈夫。並んで3台並んで3台。あ、うん、並んで3台。はいはい、店長がちょっともうどうしてもちょっと横幅があっていう分やったらちょっと1台開けてもらってもいいですけど。なんか左端真ん中右端って聞こえたような気がしたんで。あ、右端ってあれね。コロッから見て。あ、そういうことね。うんうん、ごめんごめん。じゃあこれ3台やっていきますけど、じゃあ台選びは誰から。台選び、いや別に僕はもうね、やっぱり最後でいいですよ。いや、僕は2番目で。いや、2番目で。2番目がいいやん。まあ、じゃあ丸玉くんから選んでいこうか。はい。はい。刺激ペカらんかったじゃんって。ペカル TV だったんですけどね、はい、僕の中では。残念ながら。じゃあ、丸玉くんが一番右端やね、この3台やったらね。はい。はい、じゃあ次、まゆみどんどうする。いや、じゃあ真ん中行きます。真ん中行く大丈夫、暑苦しくない二人で挟まれて。大丈夫です。まあ僕は角台の森と呼ばれてる。そんな初めて聞いたね。はい、はい。じゃあ音量ね、下げていただきつつ、はい、準備できましたら。そうですね、さっきちょっと下げたけどね。じゃあ、準備できた方からシラをお願いします。はい、まあ今日は219分の1なんで、ノーヒットはないかなと思うんですけどね、3台とも。まあまあ、ただね、突破しないと。そうそうそう、この台もね。店長、スペック分かるこの台。いやー、僕、前の009をね、オバージュしたようなもんですけど。オバージュ。まあ今回は転落タイプなので、50% でラッシュ入ってから、転落引くまではずっと確変というタイプになってますので。バックオン。2時まで聞こうなんでお願いします。でもそんだけ当たらへんって予想が来てるんですね。もう12時半ぐらいで終わっちゃうぐらいちゃいます。ほんまやな、はい、それは見せ場が作れるってことでいいんですよね。当たり気を当たり気をちょっとやっぱ昭和感感じるよね、店長一人だけね、はい、やっぱり秋元康にしか見えない刺激。誰がおじゃんこと結婚したやろ。羨ましいやろ。嬉しいね。背中の肉がやばい。確かに丸玉くんとね、やっぱ真由美のと比べたらこう重圧感がすごいよね。特大重圧がほんまにやばいよね。じゃあ今日はこの3人でね、やっていきますので、よろしくお願いします。今日は9時まで聞こうなですかってことでね。それは愛を地球を救うのをあれかな、対抗するって感じでいいかな。死ぬかな。地域早速聞くけど、夜食何がいいですか。夜食、コムタン。コムタン、これコムタンでしょ。いや分かれへんね、そんなもう迷いえる子羊ちゃんがいっぱいいるかもしれませんよ。なるほど、はい、夜食か。店長おすすめは。まあ最近ちょっと僕はコンビニのご飯は控えてるんですけど。あ、そう。いやいや、コンビニ行かないですよ、もう最近で。ただ気になるのはやっぱあの混ぜそばとか売ってると気になりますよね、あの汁なし担々麺っていうやつですか。うん、それはどこのセブンイレブンとか。やっぱセブンイレブンですかね。ああそう、じゃあおすすめということで、はい、ぜひあのお夜食を買ってきていただきたいですね。当たり気シャリ気って言ってください。2人とも王人事王人事。シェーキなんで昨日神津島けえへんかった。いや行かないでしょう。遠いよね。はい、一応細番組はあの神戸中央らへんで集まったらええんちゃうって言ったんですけど、ね、なるほど、はい、でもゴリと会うのちょっと嫌じゃないですか。嫌なんや。ちょっと暑苦しいよね。そうですね、はい、刺激では地球は救えない。そうですね、僕はあの恥ずかしい丘ぐらいの地球やったらなんとか救えるかなと思うんですけど、はい、あの丸玉君と真由美の喋らないで勘弁してもらっていいですか。そっちの地球な。これは真由美のニューエ言われたんで。あ、そうだ、はい、圧力が、圧力がさすがや。何も言ってないのに。こうやってね、次々にあのいらんこと言われるんで、真由美の違いますって言っておいてください。わかりました。はい、じゃあね、009に関してはニューギンさんの代なので、まあ近景の予告が来ればちょっとチャンスかなと思いますね。あと保留としては赤保留が来たら熱いけど、あ、丸玉くんがあのゾーンに入ったので、はい、ちょっとチャンスですね。これもう一個多分上のゾーンもあったはずですけど、まあこれでもね、展開次第では当たる可能性もありますので、今日なんか幸先が早いな。さすがライトミドルですね。マユミドの可愛い声メインでお願いします。はい、わかりました。そんな、いやでもなんか前回の放送見返したんですけど、YouTube とかで、はいはい、どうですか。自分の声こんな声なんだと思って。自分でこう思ってる声とね、こう実際聞いてみるとだいぶズレありますよね。そうなんです。ちょっと恥ずかしくなるっていうね、ありますけども、ね、気持ち悪いなと思います。気持ち悪いね、そんなことないよね。まゆみどん頑張れ、ね、これは時短突破ですかってことでね、今回の009は時短突破じゃないですね、50% で、ラッシュ獲得になります。ラッシュ入ると転落確変システムになるので、
まあ、転落するまではずっと過去編が続くタイプで後継続代にはなってますけどもね。前回とはちょっと違いますね。刺激の声も可愛いよ。ありがとうございます。ちょっともうムカつくよ、はい、私も初めて放送出た時はそう思いました。はい、いや本当店長の昔の放送見てもらいたいけどね、みんなに福山雅治みたいな声やと自分では思ってた。それは盛りすぎですね、どう考えても。はい、地域の声ね。俺の惚れた女003はライトでも高い女でした。ゆきちさよなら。救われなかったよね。みんなに質問ですが、今まで募金とか行ったことありますか？募金は行ったことはありますね。ある、なんかの時に行きましたけどね。そうですね、私も募金活動、その、はい、もう本当に今ね、あの地上波でやってる24時間テレビの募金は、あの昔よく、あの、ね、参加させていただきましたけどね。はい、京橋までチャリンコで行ってました。そう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 、あそこね、メインのあの読売テレビ京橋にありますからね。はい、メインビルに。そう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 、あの芸能人とかもね結構来てて、あのテレビでは放送されへんねんけど、芸人さんのあのネタとかもねやってはって、小学校の時とかね結構こう家族で行ったりとかしましたけどね。まゆみのんとまるたまくんはどうですか？なんかでも小学校のなんかボランティア部のなんか活動とかについてったりしたことあります。へえ、はい、じゃあもう、そういう募金とかもしたことある、ボランティアとかもやったことあるってことですね。まるたまくんはどうですか？なかなかね、その普段でその募金活動する、まあ、機会がないって言ったらちょっとおかしいですけどね。そうですね、まあ、コンビニでちょっとこうお釣りをね、ポッとこう募金するとかはね。いやー、タマ主任ブルジョアジーなんでね。おう、1000円出していつもうまい棒買って全額貯金し、募金しますよ。なんでうまい棒なの？うまい棒だ。うまい棒大好きなの？うまい棒好きですね。うまい棒と泡玉だけ買って全部だと募金しますから。泡玉って久しぶりに聞いたけど、うん、刺激が福山、小遊三師匠のネタ取ったらあかんの。今日は T シャツ奪われなかったんですか？はい、今日は奪われませんでした。奪われませんでした。はい、ちょっとね、あのパツパツ感がすごく気になりますけど。いや、この T シャツね、はい、めっちゃ洗ったら縮むんすよ。あ、そうなんですか、はい、あら、なんか前の生地よりいいって聞いたんですけどね、はい、そうでもない。いや、前のよりはもう全然いいですね。あ、前のより、はいはい、もう正直、まあ、ちょっと例え出すとあんまり批判になりそうなんでメーカー名は伏せときます。え、どういうこと？メーカーを言おうとしたん？そうです。もう一緒のことをね、ずっと使うんやったら、まあ、もうちょっといい素材でもいいかなと思うんですけどね。うまきこステッカー加工案やるんですかっていうね、コメント来てますけど、さっき、モス店長に渡しましたんで。はい、はい、まあ、よかったら。ないですけど、まあ、10枚か20枚ぐらいあると思いますね。なんと。はい、ぜひ、もし加工案に来られる方がおられましたらね。来ましたよ、森さんに。だけど、森さんも？だけど僕は。あ、でも。サードまで行きましたよ。あ、金や。おー、震えてる震えてる森さんが言うと卑猥。さん震えてます。ちなみに森、ま、あの丸玉くんもまたね、赤月ゾーン入ってるからね。そうですか。一応3点ですけど、まあ、009は9点が一番ね、熱いですからね。さあ、これ森さんが当たるのか、丸玉くんもちょっと当たり欲しいな。いやー、言うてる。あんまり、あんまり加速しろ、加速。ちょ、森さん、おー、加速装置。来た来た来た、先走ったかいやったね、森さん。走りましたからね。地球走ってきたからね。はい。だけど、でも保留そんな熱くないよね。緑です。緑か、怖っ。あー、丸玉くんあれやね。発展がしないかな。3点やって。刺激の着た T シャツが欲しいっていうことおられますけど、物好きがおるな。フルセラでショップに売らないでください。フルセラかい。売れへんやろ。まあ、一応ね、ちょっとね、T シャツは非売品ということで、ちょっとね、あげれないそうですよ、はい。ね、終わってあげれたりとかしたいんですけど、ちょっと禁止になってますね。そうね、ダメみたいなね。だからもう、キコーナさんとかね、アナツリさんで、ね、そのバトラー T シャツを別に作って販売とかはやってもらったらいいかなと思うんですけどね。売れるかな、わからん。いや、ちょっとこう、だからドカンとバトラーつくとちょっとね、着にくいけど、まあちょっとワンポイントぐらいにあれば、ちょっといやらしくはないかなと思いますよね。地域罰ゲームみたいから外れてお願い。いやー、皆さんあれでしょ、まゆみ丼の罰ゲームみたいでしょ。
まあな、はい、女子のこうあれよね、こうキャーって言うてるのはみんなの好物ですから、はい、フランソーズ当たるかな、あら外れた、あこれはみんな喜ぶやつやな、タマックス外れました、タマックスありがとうございます、ありがとうございます、おい悪いセキュリティシャツ、ひわいひこっから復活するでしょ、いやーどうでしょう、まあないっすね、うーわまあ緑保留っていうのがちょっと怖かったね、メッシュマ刺激の破れたズボンやったらもらう、また赤月ゾーン、あら割とあれやね、この赤月ゾーンもよう入りますね、青保留でしたね、そうそう、マヨタマコも2回入ってるし、はい、まあ緑になるんでしょうね、多分保留。筋肉バスターで緑になります、ね。あの半減ちゃうから。超暁まで来たら本当にもうちょっと熱いよね。わーい。緑保留やったらしゃあない。まゆみ丼をいじめたいって言って。いやまゆみ丼はね、いじめられるタイプじゃないような気がするな。はい、いやなかなか強いっすよ。あの森さんを虐げるタイプやと思う、はい。もうこの前主任がもうめっちゃ怒ってましたからね。あそうですか。はい、放送終了後に怒ってたん？あいつ豚兄弟の時めっちゃ笑ってましたね。それな。いやもうそんなんここぞとばかり笑うとかんとね、プライベートでそんなん言えないから、でも一番笑ってたの藤沢副主任ですよ、フチクロが一番あの腹黒いっていうのはよう分かったけど、フチクロはそうですね、ちょっとダムの中に埋められてましたね店長加速足りなかったから外れた、いや加速足りなかったな、眩しいな、まゆみ丼刺激をムチで叩いてあげて、いや僕ちょっとそういう趣味はないんで、そっちはない、玉副主任は意外にそういうの好きだし、いや M なんないですね、はい、意外にね、豚兄弟ワロタって009のライトミドル、マイホで54連してたよってことでした、そうそう、この台もね、あの爆発するとき本当にもう50連、60連結構目指せる台みたいなので見たいけどなぁ3台売ってるから誰か1人ぐらいちょっと頑張ってもらいたいね、今日豚兄弟の長男しかおらんやんか言われてますよ、僕実はあれなんですよ、はい、6男ですよ、え6男なんですよ、6男6男なんですよ、6人もんの豚、そうなんですよ実は6人も集まったら暑苦しいってしゃあないやろな、まゆみ丼でも何ゲームっぽそうやけど、いやいやそんなことないと思います、ちょっとイラッとする、こう上から来られたら、いやイラッとはしないですけど、うん、それをもっと上から行くとかないどうなんですか、ね、マウントを取りに行くってね長男誰やねん、どうやったけど長男誰なの、いや長男はまだ今の段階では秘密ですね、秘密な、はい、めちゃくちゃめんどくさいけど、壮大なストーリーがあるんですけど、まあ、まあ別に興味ないですけどね、009今作も前作も割と好きってね言われてますけど、まあどうでしょうね、ゲーム性ね若干変わりましたけど、まあ熱い展開とかなるはあんまり前回の、009と変わってないような気もしますけどね、まあちょっと森さんは速攻金系の動きちょっと外しちゃいましたけどね、まあちょっと保留が緑やったのがちょっと不安要素やったかなって感じですね、わ、タマ君、共に頑張ろうじゃないか、ありがとうございます共にね、はい、頑張って、ちょっとコメントね、最初の方のやつ読んでなかったから今読んでいこうか、倉敷からこんばんはね、山形からこんばんは、重度のクチャン中毒者で刺激、ね、こんばんは、刺激やっこ、こんばんは刺激ばっかりやな北海道からこんばんは、ね、まゆみ丼結婚してお、ついに来ましたよこいつ既婚者ちゃうやろうなほんまに独身者はね、すぐ来てください、怪しいさ、はい、まゆみ丼ツイッター見てるよってね、あ、言われてますね、ありがとうございます、ありがとうございます、いやムカつくわこんな店長嫌だ、今日もじゃがりこ食べてきましたじゃがりこ好きなの、はい、美味しいよね、じゃがりこね、森さんってね、今日はまゆみ丼がいるから今日の私は紳士モードでいきますってことね、なんてこった、いつもあれかね、どっしもネタ放り込んでくるんかな、いやいやいや、もう紳士淑女の番組ですよコーラチャンネルは、あ、森さんが出るとちょっと若干崩れるからな、カゴアテンの放送に関しましては、え、はい、紳士淑女は誠実な放送と言われてますんで、あ、性の字が違うような気がしますけどね、おかしいな、矢吹を探すってね、え、まゆみ丼ってメガネ女子やったんですか、ちょっとコンタクト切らしてて、あら、はい、あ、普段はコンタクトなんですね、はい、そうです、ねえ、ちょっとギャップ萌えよね、メガネかけるんやみたいなね、はい、メガネかけます、ちょっと目が、いや視力はちょっとあんま良くないってことですね、はい、加速待ちですかってことで、さっき加速装置来たけど外れたけど、ね、しましたね、やっぱまあちょっと保留が赤以上欲しいかな、ちょっとね、刺激はいじめられてんなんぼ、教えて刺激、好きなアイス何、
きなアイス、好きなアイス何かな、好きなアイス、いそこいる何ですか、ちょっと教えてあげてじゃん。でもね、この前食べたアイスは、はい、リアルに小豆バーですね。小豆バーあの硬いやつ、硬いやつ、井村屋の、井村屋の、あれなんか溶かす、溶かすんじゃない、何だっけな、削る機械みたいな売ってるんですよね、小豆バー、硬いから。あー、でもあれかき氷みたいにしたらめっちゃうまそうですね。ちょっとやってみます。はい、刺激のハーで、ハーで、ハーでね。すいません、この前親知らず抜いてるんで、まゆみ丼刺激一発かましたってくれ、かまされるのかな。いや、もうまゆみ丼がそら一人勝ちしたらね、もう二人ちょっと罰ゲームになりますからねまあ前回もね、まゆみ丼ちょっともうほとんど一人勝ちみたいなところやったからあの史上最低なレベルの争いやったけど、僕らがね、ちょっと花を持たせてあげた感がありますよね。なんとでも言えるよな、お前な火の細バーも言ってた。刺激キコちゃんのピンク担当やん、ね、おにゃんこ今日はいまいちトークにキレがないぞ、頑張れ。あだ名おにゃんこ、おにゃんこなっとる。名古屋、加古川と奈良はエロ全開放送ってことで、奈良はまあしゃあないですね。奈良のね、エロは下水法、下水というかもうほんま、はい、ちょっとゲス汚いって言ったらいいかな。シエキは減速中。まゆみ、まゆみの好きなジュースを教えて。好きなジュースですか。まあよく飲むものでいいんかな。あ、でも白柄のコーヒー牛乳はよく飲む。わかる、美味しいね、はい、ちょっと甘いけど飲みたくなりますよね。そうなんです、はい、あと飲みジュースとか飲みます、ね、飲みジュースそれはあんたちゃうんかいな。飲まない飲まない、うん。でもこの間の罰ゲームはまゆみ丼の墨汁見たかったとりあえず確かにいやいや、まあまあええけどさ、後でちょっと責任持ってあげてよって。おっちゃんがコンタクトなんぼでもこうとあるみたいなコンタクトいやありがたいけどね、あれ消耗品ですからね。そうなん、しかも割と高いからね、ありがたいですけどね。店長は体重加速しすぎやけど、刺激は真摯、原則ですからね。原則ね。刺激は今度の海物語に太鼓役で出ると聞いて。太鼓役、いやそんなことはないですね。だから祭りだ、どんちゃん、どんちゃんね、はい、太鼓の達人。そうやね、面白そうですけどね、海のね。刺激の墨汁可愛かったって、ね、刺激の体に加速装置つければ人並みに動ける人並みに、いやいやいや、僕は動けるあれですからね。動ける、はい、何、動ける男です、ね、動ける男、はい、刺激は爽やかなゲス、爽やかとゲスってめちゃめちゃ対照がいい、ね、両極なんですけどね。すごいですね、はい、すごいね、どっちも独り占めできるってすごいことですけどね、まあ、僕愛しさと切なさを兼ね備えてる男子なんで、はい、もう丸太幕全然入ってけねおいついてこいついてこいやと。マルテマ君はどうなん、その森さんに結構変な性癖今つけられそうになってるけど、ノーマルでいいよね。あ、ノーマルでいい、大丈夫やか、はい、全く問題ない、全く問題ない、はい、そう、森さんが勝手に言ってるだけやん、ね、ただ女性よりもパチンコのが好きですまあそれはまだ若いからでしょ、はい、女性よりもパチンコが好きって表現もちょっと面白いね、はい。寝台のルパンの筐体って青色なんですかね、いつも黄色なのにねと言ってますけど、そうなん、森さん。前回の藤子とかも上だけピンクじゃないですか。ああ、そっかそっか、はいはい、あんな感じです。あ、上だけ青、青色か、もしくは本体で買ったら全部青色です。あ、なるほど、まあ違うパターンもあるところですね。だから前のルパンの枠をそのまま使ったら上だけ青になっちゃう。あ、なるほどね。朝は爽やかで夜は下水森刺激ネタが古いね、若い子が話に入ってこられへん。いやー、僕今やっぱあれですかね、まあNHK みたいな男なんで、はい、あ、そう、プロジェクト X に出そうな男なん、はい、いやもうお母さんと一緒しか見てないですだからそれ子供おるからな。そうっす、ちょっとじゃあ一曲踊ってもらっていいですかみんな元気、お兄さんも元気それあるよね、下の方のお兄さんやから、おとなしく集まってけへんよね確かに。え、だって森さんとあれでしょ、まゆみ丼でもだいぶ年離れてるでしょ。そうっすね、だからまゆみ丼とかはあれじゃないですか、ニコニコプンじゃないですか僕は今ガラピコ世代なんでお前の子供おるからや、はい、いやいや、森さんもちっちゃい時はニコニコプンでしょいやいやいや、あれじゃないですか、まゆみのんとかやったらずっこけ3人組とか世代じゃないですか。あ、まあまあ、そうです僕、お尻探偵ですかそれお前、子供おるから
はい、お尻たんでまだ読める年齢でもない。あ、そう。え、この中で一番若いのは、丸玉子になるのかな。そうですね。ね、はい、丸玉君とそら森さんやったら世代がもうすごい違いすぎるよね。10個ぐらいはちゃうでしょ、もう確実に。はい、10個で済めばいいけどな。あ、ほんまにもっと言ってんの。まあ、一回りぐらい違います。腹のお兄さん。そういえば横ちん最近見てないよね。横ちんは、そうですね、和田山店に。新横は、はい、あの竹田城の近くにいますね。そうね、ちょっとあのここ側から北側からね、はい、店長でね、おられますんで。刺激ツイ削除してから全くツイートしてないからツイートやろうって。ツイートしますけどね。リツイートが多いんかな。はい、どうなの。ボリにコメントしますけどね。ね、前前店長はニコニコプンじゃない。もっと前ですよ。そうなん。森さん、ニコニコプンじゃなかったっけ。ニコニコプン世代ですよ、僕は。いやね。じゃじゃ丸、ピッコロ、ポロリ。もうちょっと失笑となってるから。あれ。ほんまに、まゆみさんもええと、ね。水着だらけの水泳大会見て。はい、誰も拾えへんね、もう知らんで、ね。はい、CM のオープニングの動画でお弁当を食べてる人って誰なの。あれ店長なの。いやいや、あれはあのうちの推進部の部長ですね。あの本社のね方ですね。はい、あのチラッと映る感じで結構あのなんかあの人すごい印象に残るみたいでね。そうですね。誰やろうっていうのはよく聞かれるんですけど、本社の方ですね。そんなエロい刺激にアンパンチ、アンパンチ、アンパンチ、アンパンチも物議を醸し出してますからね。刺激ってニコニコプンじゃなくてひょっこりひょうたん島ですか。いやー、ひょっこりひょうたん島ではないですね。まあちょっと白黒ではないもんね、まだね。そうですね。刺激がポロリ言うとは別の意味やね。はい、そういう意味で言いました。で、和田山ツイッター全くツイしてないよね。はい。いや、これはもう店舗によりますよね、ほんとね。まめな店舗は毎日やってるけども、全くやってへんとこはもう本当にやってないもんね。すいませんけど、うん、横チームも40超えてるんで。ちょっともうアナログやから。ツイッターとかじゃないですよ、もうミクシーとかなんですよ、うん、ミクシーミクシー、はい、あれ何年前。ミクシーも知らんかもしれんな。もう10年ぐらい前。ミクシーってミクシーもっと前ちゃいます。14、5年前。僕多分18とかの時でしたよ。嘘、ほんま。ほんますほんます。まゆみどんどんが丸玉子ミクシー知ってる。あ、知ってます。でも多分私の時モバゲーですかね。そっか、はい、そっちか。丸玉くんとか知らんよね。アバターを作ってね、アバターを。そうそうそう、やってます、ね。アバターはわかる？丸玉くん。アバター、アバターわかりますよ。アバター割とありましたよ。あ、ほんまに？ほんまに？あれやで、あのなんかレスリングやってるやっちゃうで、ほんま。レスリング。柴田ちゃうで。あ、柴田。全然分かってもらえない方から自分でフォローしに行ったで、ね。動画撮ってるやつや。恥ずかしい。横地に絡む機会がないってね、本社の人ってね。ゾラちゃんみたい。この間の、堺で行われたエリアマネージャー集結に、あのドラえもんの、ドラえもんさん出てますんでね。YouTube 上がってますんで、よかったら。そうですね、彼の、はい、上司になりますね。あの、はい、お弁当食べてる方はね。はい。まこつ、この前、レイブで8人吸い込まれて、あの花で、はい、あの花とビッグドリームとファフナーで回収しましたって書いておられますね。あー、なるほど。レイブ、まあ、あれ319でしたっけの、まあどのレイブかわかんないですけど、あれちゃうんですか。 80% 継続のやつは多分そうですね。まあ3ミドルタイプやったと思いますね、はい、すごいね。全部乱れ打ちしたけど帰ってきたっていうのがすごいな。今あずきバー食べてるけどっていうね、言われてる。あずきバー食べてんねよ。歯には気をつけて。本当にあれ硬いからね、めちゃくちゃ。加古川店は毎週やってますよね。あれ何よ、ツイッター放送。ツイッターはあれ基本的にはあれか、森さんがやってんの。いえいえ、あれは丸玉くんがやってます。ツイッター、加古川。はい、あ、そうなの。まあ、え、お店の人がやってるの。一応スタッフがやってるの。スタッフさんがやってますね。あれスタッフさんがやってますね、はい、あ、そう、チャリロートの集会ミクシーで、結構な CM テレビで見ると白いシャツの人を凝視。白いシャツ誰やろ。誰でしょうね。赤ホリュー。お、まあやっぱね、美味しいとこ持っていくんかな。店長がやっぱりそんなに罰ゲームしたくないんだ。まあ赤保留からここからどういう展開になるかですね。予告がやっぱ良くないと。嘘ついた、ね、放送もそろそろ当てないとやばい時間です。確かに30分経ちましたね。しわくさんの放送も楽しかったから時々見たくなるんですよってね。
もうやっぱね、今ちょっと本社勤務になってしまってるんでね、あんまりあの当時みたいに無茶はできませんけどね、はい、白シャツはぐっさんやで、ああそういうことね。お、お、情報量熱いよ、店長。来ました？あの、右下、ジョーいるでしょ。勝つんだ、勝つんだ、ジョー。あの、半券ちゃいますけど、いいですか。え、みどもね、緑フリは来てるけどね。はい。じゃあ、ちょっと今、森さんが、やっと見せ場なんで。ぐっさんの喜んでる演技が嘘っぽいって。先に当たったサムネイル撮ってきます。まだ当たってないやん。まだ当たってないやん。あ、金出ましたね、2回目の。まだ当たってないから。地域ゼブラ待ち。会話中に赤保留から話ぶった切って持ってく刺激。しましょう。店長、見せ場あるけど当たらんもんね。まあ、これはちょっと当たらんと、もう今日当たらんような気がするな。ね、クロスカウント。非行なシーンはぐっさん見てしまうって言ってますね。あれでも最後の方とかあれよ。人事部のマミーとかも出てるからね。あとは、吹田店のね、主任とか、男前の子供とかも出てるからね。終わらせはしない。一応今、店長の台だけ熱いかな。これ外れたらちょっと罰ゲーム近くなるんじゃない、店長。いや、そういうのやめようよ。だって、それやめようよ。だってさ、もうだってそれ外れたらあかん要素ばっかりやね。いい演出出してるのになんでそんな罰ゲームとか言うの。いや、やっぱみんな見たいんじゃない、マミー出てんの。最後の方にこうわーってみんなが寄ってくるしところがあるんですけど、そこに あのマミーが映ってますよ。外れたらその足で募金行ってこいって言われた。そうやね、あのコンビニに募金行こうか。そういえば最近マミー見ないな、元気ってことでね、あのメールではたまにやり取りしますけどね、はい、忙しそうですよ。外して罰ゲーム確定でお願いします。地域それ外れたら前の墨汁頭からかぶってください。じゃあ当たったら罰ゲームなしにします。これはあれよね、勝者がどういうかね。ただ緑の道具前だからちょっと怖かったけどな。マイメガのツイッターって何で調べたら出てきますかって言われてますけど、何多分マユミ丼加工側とかで出てくるかなと思うんですけどね。そっか、それかあのハード店長っていうね、あのツイッターからマユミ丼探してもらえたらフォローできるかな。なんかもともと使ってないやつを ID 変えただけなので、うんうん、まあ一応あのお店専用というかね、はい、あの箱川店のマユミ丼としてのツイッターになりましたよね、はい、結構でも更新してこれ、ね、くれてるからね、はい、まめやなと思って、ね、あ、私もちょっとあのいいねとかさせてもらってますけど、ありがとうございます。いえいえ、あのあれた私のいいねから辿ってもらってもいいかなと思います。めんどくさかったからね。やったー、当たったやん。でも店長こっからやからね、これ 50% 引かないとラッシュ入んないんで。なんてこった、なんてこったちゃうわ。じゃあ 50% 引かなかったら罰ゲーム一角です。君たちも言うときも出来事が起こるんだよ。森さん、じゃあサムネ一応撮っとこうか、それ。そういうなんか変な、それでいいの。チッてやるから。リツイートで分かりますよ。そうだね、まあいいねとかね、リツイートは、その、何だろうな、タイミング見てなかったらね、分からへんから、まあ、もし探すんやったらね、ハードさんとか、まゆみ丼キコーナーで出てくると思うけどな。店長、それ、まゆみ丼の当たりやで。おっしゃー、 わー、ラッシュ入った、来ましたよ。店長、これで、転落確変だから、転落引くまではずっと確変なので、はい、期待値どうなんでしょうね。5連ぐらいなのかな、やっぱり最高、最高ちゃうわ、あの最低でも10連ぐらい見れるんかな、まあ、8点、ね、8点何連とか、それぐらい入らんかった罰ゲームねって言われたけど、入れよったな。ほんまに罰ゲーム嫌やねんな。いやいや、やっぱやらせみたいなの嫌なんですよ、僕は。あ、そう、実力主義は嫌やねん。そんなん、いつもやらせなんかできひんやんか。なんかその、勝っても罰ゲームさせられるみたいなことを、ね、あ、そう、やらせちゃうやん、それは。社会に良くないなと思って。社会に良くない。よう言うわ、そんなこと。それはやっぱね、番組のやっぱもうみんな視聴者が面白いと思ってやってくれてると思うんだよね。いや、やっぱあれですね、ジェネシス・オブ・ネクストがいいですね。ああ、
グローブね。グローブ。悩み丼店長をどかして下の台を通す。おいおいおい。もう何でもありやな。はい。じゃあ森さんの台は、今確変中なんで。何分の1でしたっけ、確変中。何分の1で転落でしたっけ、300分の1ぐらいでしたっけ。322.83分の1。めっちゃ細かい。まあ300分の1を引かなければね、ずっと確変ですね。じゃあ刺激だけ罰ゲームやめとく。丸玉と悩み丼だけにする。刺激は絶対受けたらダメだよ。そうっすね。そうっす。まあやっぱ1人がいいんじゃないですか、3人なんで今日は。あ、1人。はい。まあ今のとこね、2人当たってないことになるけど。あの得意げな顔めっちゃ腹立つわ。まあ一応緑保留でね、チャンス出てましたから。刺激の当たりは前みどんの当たり。店長入れるの得意ですか。何を。あれを入れるのですか。刺激の当たりほど面白くないもんはない。今のところ罰ゲームは見せ場のない眉みどんになってしまうという。刺激のどやり方。まあこれで当たりはね、一応店長がやっぱり機関艇の店長だけありますね。ありがとうございます。はい、前回はやっぱ大人げない戦いをしてしまったんでね。ちょっとセーブリッドセブンが火を吹いてくれなかったですね。ちょっと相性悪かったですね。岩手からこんばんは、ね。まゆみのんとまどたまくんに聞きたいんですが、刺激の直してほしいところを教えてください。なんか毎回そういうコメントないですか。はい、はい、どうでしょうね、まゆみのん。いや、特にないですけどね。特にない。はい、えらい子や。特に興味ないってことですかね。いや、そういうわけじゃなくて。森さん、特に興味ないって意味じゃない。はい、まあでも結構笑わせてくれるので。笑わせてくれる、はい、面白いです。そう、森さん面白いってよかったね。いやでもね、まゆみ丼はまあ言わないかもしれないですけど、はい、タマーク主任が日頃の恨みをこことでもない。そんな恨んでんの。恨みあんの。全くないですけどね。そう、刺激にいつも変な風にいじられるから、あの店長クソ野郎とか思ってんの。今のうちやで言うとくんやから。もういつも裏で一遍死んでみるって言ってる。地獄に流すぞこの野郎で、ね、流されていきます、ね。店長ジャグラー行ってきてもええよ。こっから刺激当たりは望んでない。前回ジャグラー行って当てれんかったやん。あれはちょっとね、はい、鶴山の肩を持ったじゃないですけど、ちょっとね、乗ってあげた時のところだった。いや、だいぶ大人げなかったけどね、YouTube で見たけど。おかしいな。はい、まゆみの刺激の体臭はまだ大丈夫ですかってね。加齢臭してないかってこと。してないですよ。してないです。大丈夫です。大丈夫、はい、ちょっとうわくせとか思わへん。大丈夫。大丈夫です。いや一応ね、やっぱ、なんですか、気は使ってる。気は使いますよね。そう、じゃあ森さんの愛用のボディーソープ教えてもらっていいですか。愛用のボディーソープ、はい、バウンシアでしたっけ。牛乳石鹸から出てるやつですね。あ、そうです、バウンシア使ってるの。バウンシアあれがしかコスメアットやったっけ。アットコスメかのランキング1位やったと思うけど。意外に気を使ってる。バウンシア、なるほど。今はね、デオコやったっけがめちゃくちゃ売れてるんやね。ですかね。女子高生の香りとか言ってね、おっさんが買いまくってるって言ってましたけど。教えてまいめ、マクロスデルタ初当たり 20% のラッシュ突入は取れないのに、009のラッシュ300分の1はすぐ取れる。なんでって。なんでなんでって言われてもな。相性じゃない。でもコメントはあったけどね。50連するぐらいのポテンシャル持ってる台らしいからね、この台。まあ、おでんじゃん。防犯の。これで多分、転敗して負けたらですね、もう転落して終わりかな。しかも危険度違う。星3つやったらまだいけんちゃいます。無理。あ、やばいやばいやばい。まあね、ラッシュの 20% もね、なんか調子いい時は弾けるもんね。加速装置くんちゃう。店長フローラルの香り。刺激は固定せっ、あ、固形石鹸でいい。牛乳石鹸な。うわ、マジで。これはちょっとやばない。店長
店長ちょっとちょっとちょっと1100発ちょっとしょぼすぎひんか。これ重罪でしょほんまに終わってるやん。えよい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 よちょっとちょっとちょっと左打ちに渡してください。いや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 何してんの早っ。誰だ私をはめようとしてるの。いやーあんたの引きやろおい1155はやばい。おいおいおい裏切った連チャンしとる。いやもうすご終わった2連で終わった。サムネゲット済みだから負けてええよ。マルタマくんとマヨミ丼が罰ゲーム候補。個人的にはマヨミ丼の罰ゲームが見たい。そうでしょ。みんなそこが見たいんですよ。いや今の一番期待持たしといて落としたタイプちゃうの。いやいやいや、ある意味これは罰格レベルやん。おいおいおい。刺激まず。これ打つならもう言う罰でええやん。いやもうギルティやぞ。やらかした勝負。罰ゲーム確定ですか。いやー、2連やて。2連やて。まだ時間まだあるからね。マヨミ丼まだ爆れるよ。頑張れ頑張れます。確かに1100発やからもう3年ぐらいして勝てるからね。キコーナの松潤と名高い店長がいると聞いてニコ生来ました。棒読み。いやすいません、桜井くんなら言うんですけど贅沢やなあんた。めちゃくちゃ贅沢やん、はい、MJ じゃなかったんや。そうですね、 MS か、はい、MS やね。相葉くんはちょっとね、はい、魂は相葉くんに似てるって言われますね。似てるんか分からんけど系統で言うとそっち系かもしれないね、はい、ちょっとこう可愛がられるようなね。今のじゃがると桜井くんっていう、だから贅沢やっちゅう。いや刺激を全力で守る。ガチで言うなら丸玉と真由美堂の2人や今んとこってね。シェイキが009を罠にはめようとしている。なぜなぜこっちが聞きたいわ。いやまあでもね、この後またねロラッシュ入れてレンチャンってパターンもね全然ありますしね。そうですね。いややっぱちょっとね接戦を見せたかったのであえて落としてみました。そんな簡単に落とせんの。はい、ほんまに。じゃあ次当たった時は10連ぐらいしてるから10連ぐらいいけんの。そうですね、さすがあれっすね、 MS ですね、タコガーテンの MS。 地域のここだけは直せは川かむり。おいおいおい川かむり、アンタッチャブル山崎みたいなネタを川かむりだった。今日キコーナーで店員さんに声かけたつもりだったんですが黄色 T シャツのお客さんに間違えて声かけてしまった。間違えないでください。ちょっとあれやね、あの後でほんまやったら気まずいけどね、ちょっとね、はい、まあ、一応店員さんが来てるーって言ってたらあれやね、バトラー君がどっかについてると思いますので。あ、なんかお、なんかちょっと保留点滅してるますけど、なんか一瞬あおり来てますね。まあまあまあ、え、ちょ、なんか一瞬なんか映ったなんか一瞬映ったなんかえ、なんか見えた。なんか一瞬映りました。貞子みたいなこと言われた。怖い怖い怖いな。じゃキャラがわかんないですけど、刺激コールたり、002かな、ちょっとあの飛び蹴りしてきたやつかな。あ、ですかね。あれで多分ね、飛び蹴りが成功したら保留変化かな、確か。弾かれるとね、あのまたどっかキャラ消えちゃうんで。一番あのさっき店長が当たったみたいにあのジョーがね飛んできたら一番強いですね。はい、三浦アナウンサーが今日マラソンするらしいですね。刺激もマラソンで痩せる？いやマラソンの森と呼ばれてますからね。初めて聞いたけど。なんかあれでしょ、加古川マラソンあるんでしょ。ああ言ってましたね、はい、森さん出たら。いやどうしようかな、みんなで出ますかじゃあ。いやいや、え、みんなな、森さんが出るんじゃないの、はい、そこ町おこし、町おこしいうかね、ちょっと加古川店を盛り上げるためにちょっとチーム加古川で出たいですね。じゃあちょっと選抜メンバーを出すとしたら誰なんですか。そうですね、やっぱエース玉とエース真由美は同じもあると思いますけど。エース2人もんの。ジョーペカラス、あえて落とせるんだ。地域最近よく寝れてますか。あんま寝れてないですね。あんま寝れてない。はい、なんで不眠症なの。いやいやいや、普通にあれですね、ビズイワークですね。あ、ビジーワーク、ビズイワーク、なんでそんなかっこよく言う。ビズイワーク腹立つわ、体が心配。まゆみ丼の全力の二重跳びが見たい。ああ、今できるかどうか。昔はできてました。昔はできてました。これ大人になってからできなくなることかなり多いですよね。そうですね、この間鉄棒やってる大人とかの動画でやってましたけど、ほんまにできんくなってたからね。
マラソンの森、じゃあ走ろうぜ、それで痩せよう。いやー、ほんとっすね、痩せましょう。痩せましょう言うてるけど、はい、前回と全く変わってないけどね、体験。いやいや、もう僕は長友流食事術で変わりますからね。絶対無理でしょ。はい、ねえ、まゆみ丼の台の保留に飛び込んできたのジョーやで。ジョーの分かんないです。なんかキャットをあんまり知らないので。飛び込んでた。今なんか一瞬だけパッて出てきたんで。一瞬だけ。刺激はランドセル背負って走ろう。あえてランドセル。ランドセル。痩せたい願望あるんですか、森さん。ありますよ。あるの。はい、あるらしいですね、さん。初めて聞いたんですよ。森さん走ったらバウバウの松村さんみたいに心肺停止しちゃう。いやー、ちょっとね、あの方もちょっと、なんていうんですか、不健康な痩せ方しますもんね。まあでもあれ、ライザップですからね、痩せたの。確かに。いや、走った時はあれですよ、あんまりその、痩せないまま走ってるから、はいはい、心臓がね、ちょっと、まあ血栓詰まったかちょっとわかんないですけどね。シェイキマラソン出たら、マイマイに生中継してもらった。森さんはもう、全力で走ってるところをね、見てもらいたいですけどね。いやー、そうですね、はい、誰か一人でも勇気を与えれる男になりたいですよね、はい、大人になったら知らん女性のお尻触れなくなったから不憫ってやってますね。知らん女性のお尻触りたかったらお金出したら何もでもあれちゃいます。なんと触れる お店あるんじゃないですか。正論。はい、どうぞどうぞ行ってください。玉子主任、そう言われてますよ。ねえ、僕ですか。え、玉子はそういう店行かんでしょ。行くの。いや、行ったことはないですね。ないんや、はい、ただ興味はあると。いやいや森さん連れてったりや。いや、僕もそんな人の店 NG なんですよ。嘘つけよ、ほんま。あ、風俗行きてーが口癖やったやん。いや、口癖やったんですけどね、もう今3年は経ってますね。だいたい言うてたよね。三宮とか詳しかったんちゃいましたっけ。三宮は、はい、僕でもあれなんですよ、行かないけど、そういうお店の付近をうろうろするの好きなんですよ。ただの変態やね。わかります。わからへん。ダメな、ニヤニヤすんの、入ってる人とか見たら。いやいやいや、なんか面白くないですか。え、何が面白いの。何でおもろいの。お兄さん、マッサージしないとか言われるところ、あ、もういらないからって言って、去るんがなんかいいじゃないですか。病んでんの。病んでんの。いや。ほら、まゆみ丼ちょっと引いてきたね。おいおいおい。恐怖くらいしかできんやん。まゆみ丼に質問、刺激は人間として見た場合、はい、パチンコで言うと何保留ですか。何保留。何が信頼度が、男としての信頼度が。何やろな。何やろ。まあ、例えが難しいけど。まあ難しい。やっぱ緑ホールでいいんじゃないですか。中途半端。いや、今の緑ホールやったらもう最弱でしょ。いや、でも仕事と女子としてだったらもう全然金でやる。あ、そう、金なんや、はい、でもたまに外れるけど。そこはレインボーじゃないやな。いやー、でも玉串に金って言われてますよ。え。いやいや、どういうことですか。お前最低やな、ほんま。落とし入れようとしてるよね。すごいね。やば、中継なら走らないと。いや、絶対嫌やわ。刺激タコゴリ村井で駅伝大会に出ようか。いやー、なんか誰が見たいんや。そのメンバーやったらまだ僕は足引っ張らないような気がしますけど。ちょっとしんどいな。刺激離婚いつするんですか。わかんないですよね。でもまあでもどうなるかわからないよね。まあでも今は幸せやからね。いや、やっぱね、子供がいるとやっぱあれですよ。おう、ねえ、なんやねん。子供重視になっちゃいますから。まあそれは、それはもちろんね、生活スタイルが変わるわけですからね、はい、それは当たり前やよな。あ、でもまゆみ丼の台ちょっとあれよね、先から荒ぶってきてるけど、はい、女子には全くわからないと思って。縄跳び二重跳びの長く続けるコツは前に足を出して飛ぶこと。ビニール縄の重さは色が色で違うので自分に合うのを使う。え、それは初めて知った。色で違うんですか。緑とか白とか。だからね、青とかもいろいろありますけどね。違うんや。でも A 縄跳びって紐じゃないんですか。紐？ああ、ちょっとお高いやつ。紐縄跳び、はい。なんかボクサーとかが使ってるやつ。ああ、そうそうそう。あれ紐なんかね。丸太は金属。ボクサーとかなんかゴムっぽいの使ってないですか。なんかさらに。なんかエクササイズ系の、ね。そんななんか伸ばすようななんか。確かに。タバササイズ。急に降ってこれ。誰が話拾うんやね。
森さん、2人目のご予定あるんですか。いやー、でもね、やっぱ一人っ子はかわいそうですよね。森さんが一人っ子やもんね。一人っ子なんで。やっぱ兄弟欲しかった。あー、まあまあどっちでもいいですけどね。どっちでもよかった。まあまあ、はい。まあね、その辺はね、ちょっともう授かりもんやから何とも言えませんけど。言えないですね。まあね、2人目ね、もうできたらいいよね。悩み丼当たったらダメ、罰が見れなくなる。ドエスやな、ね。シンフォギアの手紙保留、開かないとわからないのと他のものが絡まないと信用できない。あ、森さんのこと言ってる。おうおうおい。じゃあ森さんも単体じゃなくて、こうやってこう、やっぱ真由美堂の丸玉と絡むからこそ面白いってことでいいんだな。まあ僕はエイリアン保留やと思ってたんですよね、自分のこと。なんでプレミアやねん。なんでやねん。今日隣で009めっちゃ当たってました。私はあの花で振り分け負けしました。白目。なるほど。まあ同じライトミドルなんでね、隣同士で置いている店も多いでしょうけどね。シェイキまだ太ったんって言われてますけど。いやいやいや、今はもうあれですよ、現状維持痩せ細っていく方ですよ。もうまあ前回会うた時とあんまりまあ2日経ってませんけど、そんなに変化ないですけどね。変化ないんですか。はい、バシンね、お力くんの王者のように、うちも一人っ子っていうね、とこ方もおられますけど、まあ今ねちょっと少子化家庭多いですからね。そうですね、うん、まあ一人っ子でも全然珍しいことではないですよね。地域は単体で出ても面白くないってことか。まあ誰かに生かされるからさからこそのね、地域さんですけど、人っていうのは人の間で生きているから人間なんです。急に武田鉄矢始まりましたけど。まあでもこれ、あの木久扇さんのね、店長とかみんなそうですけど、おもろい人多いけど、あの単体で面白い人ってほんまに少ないからね。あのやっぱみんながいじるからこそ面白い、本当に。森さんは貞子保留、全然当たりに絡まんし役立たず。おいおいおい、役立たず言われてる、ね。うん、24時間テレビで今やってる気配切りを刺激と丸玉でやってくれて、ね、気配切りはね、はい、YouTuber の間ですごく流行ってて、一時ね YouTube 全部気配切りっていうのありましたけどね。気配切り、あれ目隠して、目隠しするパターンもあるんですけど、はい、なんかチャンバラみたいなのを持って、はいはいはい、叩き合いするんですよ、気配だけで。なるほど。そうそうそう、あのでもね、ホールでやるとね、割と怪我する確率高そうな気がする。なんもないとこでやるやったらいいですけどね。囲まってますからね。そうそうそう、まあ僕らスポーツチャンバラ得意ですからね。初めて聞いたけどね。真由美丼は丸玉と藤黒やったらどっちの方が好みですか。あー、言っちゃいましたね。やっぱ究極の二択。まあタイプ全然違いますもんね、丸玉さんと藤黒さんね。いやでもね、うん、はい、結構ね、真由美丼はね、多分藤黒の方が気に入ってそうな気がします。お、そう、それは何、普段から見て。いやちょっとやっぱ頼りないところをいじめるのが好き。あ、頼りない男子好きなの。いや、そういうわけじゃないですけど、勝手にまた森さんが言うてるだけ。そうです。どうせって頼りたいよね。あれおかしいな。そうそう、引っ張って、引っ張っていくタイプになっちゃう人もいますけどね、もちろんね。なんか自分が優柔不断なんで。あ、引っ張っててほしい、やっぱり。そうですね。で、例えばこう彼氏できてご飯どうするってなった時は、相手に決めてほしいですか。え、なんかまあ自分が食べたんもあったら言うんですけど、うんうん、特になかったらもう決めてほしいです、ね。あ、なるほど。どっちもなんか何でもええよ何でもええよってなったらちょっと揉めそうやね。はい、もう面倒くさくなってもういいやみたいな。もうコンビニでええんかじゃってなるよね。森さんあんまりあれよね、グイグイ引っ張るタイプちゃうもんね。森さん合わせる方やもんね。そうっすね。じゃあ真由美丼のご飯行ったら揉めるかな。いやでも僕は意見出してくれないやったら、うん、ちゃんとあの案は出しますよ。あ、出すんや、はい、へえ。らしいよ、ボイビドン。そういう人やったらいい。はい、食事に関しては僕は絶対案は出します。そんな食事はな。おい、誰が食べ物に関してだけよ。遊びに行く時とかはあれな、相手に合わすん、森さん。遊びに行く時はまあまあそうっすね。じゃあ割とあれ、奥様の方がこう提案するタイプやったんですか。嫁さんの方がそうですね。あ、ほんと言いますよね。それからいいよね。どっちもなんか何でもええよってなったらやっぱちょっと決まらんもんね。え、丸玉くんはどう、自分で決めたいタイプ、それでも決めてほしいタイプ。いや僕はもう合わせるタイプ。合わせるタイプなんや。だからもうあれですよ、
今日は向こうの店はスクープ TV の取材入ってるからとかいつも言うてますから。それ関係ないやろ、はい、それ立ち回りやないか自分、はい、いつもそう言うて選んでもらってますね。あ、そう、はい、いつも富士黒に明日8時集合、寮の下で言うて。それからのうちに行く約束やないか。似てね。森さんは東さんとのコンビが最高やったなってことですね。まあ長かったもんね、一番やってた東っすか、主任でもし一緒にやってたそうっすね、まあ、今日東の話出てきてましたけどね。出てきたんかい。まあ萌えりやちゃうからね、なかなか厳しいけどね。刺激の最初のニコ生思い出した。最初緊張してあんまり喋らないで、喋ったら滑ってた。あれねえ、神戸中央時代のねニコ生の動画も残ってますからね。体型がまず違うからそれがもうびっくりやね。刺激は点滅保留ぐらいの信頼度。お、白保留やないですか。白保留で刺激の好きな目隠しで、刺激は東と出てた時が一番面白かった。あれそんな東さんに助けられてたっけ。なんかね、なんかもうイコール東メインみたいになってます。まゆみ丼はイケメンが好きって言われてますよ、コメント。いやでも私好きなアーティストがあって、おう、もうめっちゃイケメンです。誰ですか、教えてもらってもいい。あ、ジェネレーションズとランページが好きなんですけど。はいはい、とこ言うたな、とこ言うた、とこ言うたな。イケメンがいい、そりゃやっぱね、やっぱイケメンがいいよね。はい、やっぱね。あ、やっぱあとはタバフ主任にも聞きたいですよね、なんか誰が好みなの。あ、そのとおりやね。 誰がいい、丸タバコは。いや僕はまあ顔は旬の上ぐらいやったら。上から来た。上から来たね。一番やらしい言い方しちゃった。旬の上って一番難しいけどな。お前せめて毛の毛でもいいとか言わんとかやろ。好感度はでも逆に上がった。じゃあ正直でよろしいみたいな。まゆみの一緒に朝マック行かないかって言われた。朝マック朝マックな、手軽やな、おい。そうっすね、クーポンの686番そう僕も使ったっすね。重い、350円ぐらいで買えるやろ。そう、全然5万円セット、ね、ホールのスロット配信で打ちながらドッジボールしてる人いたよね。あ、それ姫路でやってた時やな、多分ね。しげるさんと多分ドッジボールやってた気がする。そうそう、シェイキは009やったら誰が好きですか。そのやつ誰が好きですか。もう限定やけど、これも女性やったらもうあるじゃないですか。フランソワーズしかないよね、ゼロゼロ数字しかおらんかね。どうなんやろね、キャラクターで言うたらやっぱジョーカーの何だっけ、ゼロゼロ2が好きな人多いじゃないですか。そうですね、確かに。うん、まだ暁ゾーン入りましたよ。暁ゾーンはでもあんまり当たり絡まないっすね。今丸玉くんと刺激がその暁入ってるけどね。確かにあれやね、刺激さん以外今日ちょっと見せ場がやばいよね。やばいやばいっすね。刺激の鉄板のデートコース教えて。鉄板のデートコース、はい、どこがいいでしょうね。まあでも好き嫌いあるじゃないですかね。まあそれはな、遊園地好きな子もいれば嫌いな子もいるし。確かにね、映画好きな子もいれば映画嫌いな子もいるし。いや、その人に合わせるってこと。いや、やっぱそうじゃいます。やっぱリサーチはする、何好きとか。そうですね、匿名リサーチしますね。もうまゆみ丼薬とも笑わんくなったから。いや多分まゆみ丼の地域では匿名リサーチやってなかったと思います。それは匿名リサーチで10ちゃんかなんか出てやっちゃう。まゆみ丼ウェスカーのことどう思いますか。トミーね、富田マネージャー。ああ。ぐらいの存在感だし。おーおーおー、今の言い方よかった。おーおーおー、あれあいつねみたいな。ちょっと一瞬誰のこと言ってるか分からなかったんですけど、ちょっと変わってるよね。いやでもちょっと昆虫っぽいってみんな言うてねんですけどね、視聴者の人は。ウェスカーのことね、ちょっとバッタとかカマキリみたいなもんね。確かに。どうだろうね、トミーはでもモテんのかな、モテるんかな、森さん。あー、モテるんちゃいます。モテんの、まあ、おしゃれやけどね、かなり、はい、上級者のおしゃれ。はい、デートするときに女子って何でもいいっていうのに決めたら文句言うよね。いやー、それはやっぱ難しいですよ。まゆみの文句言う。あー、でも行きたくないと思ったら言います。なるほどね。やっぱ2つ3つぐらい案出しといてもらえたらいいね。うん、確かに。受け身なんや、バルタマーってね、マグロか。森さん一緒に呪いの連鎖しないですって。呪いの連鎖、
中の女王はお前面食いってことで OK か面食いやな、はい、ビジネスカウント。新駅イメチェンしてメガネの色変えてみて。イメチェン、そうっすね、メガネの色、まあ大体もう黒か青が多いですからね。そう、変えてみますか。あ、そうか、眉毛のとそういう系いけるんかどうか。こういうあれですよ、まあウェイントンというかああいう形のやつを持ってますよ。あ、持ってんの。はい、ビジネスではつけないですけど。あ、そのあれ休日とか、休日ホリデーには。はい、あ、そうめっちゃホリデー。はい、ちょっとしばらくもう黙っとこうか、みんな歌おうかな思って。003をね、いじめたんですよ。アスカもいじめた。こうやってね、いじめたいって言う人って言ってる人に限ってね、いじめられる方が実は ね、良かったりする、ね、絶対秘密クラブとか通ってます。秘密クラブ秘密結社みたいな、はい、006あ6が嫌いですって、ね、理由は演出が006で止まるからです。あのあれやね、006って中華何てけおじさんみたいな。そうそう、おじさん、チャーハン作ったおじさん。まゆみどん、あなたの知らない世界って知ってますか。知らないで、アニメかなんかですか。森さん知ってるこれ。え、なんすか、マツコのやつですか。それはマツコの知らない世界でした。そうじゃないや。違う違う、なんか昔やってたような気がするけどね、なんか都市伝説みたいなばっかりやってるやつ。したことかな、どうやったかな。ねえ、まゆみでウェスカーでちょっと頭おかしい。そんなん余裕あんよね。思ってても余裕は変だよね。まゆみのメガネが広がるよって。あ、森さんの頭のあれか、サイズと、そうやね、ここの感覚、幅がね。またメガネ屋さん行って直してもらわなあかんのね、広がったらね。まゆみののツイッター見たら、意外と行動力ある感じがしましたけど、実際に行動力ありますかって言ってますね。ことを思い立って、うん、あのやろうと思ったらやるんですけど、うん、何も意欲が分からなかったらひたすら家に行こうと思ってます。そのあれね、動きたい衝動が出たら動くってことだよね。そうですね、確かに。でもあれね、まあそのツイッターは私も多分見たけど、すごいとこまで行ったなと思いましたけど、ね、すごいよね。正義 B ズお願いします。手をつまいだら行ってみよう。毎回ビーズをリクエストする人は何なんですか。森さん、そんなビーズ好きやったっけ。そんなビーズ好きでもないですね。あ、金や、森さん。あ、来ました。捨てちゃい、今金でしたよ。はい、めっちゃ掘りで掘るっていう風になってるね。ビーズは僕3000円持って CD 屋さんに行って、はい、ビーズのアルバム出たから買おうと思ったら、まさかの2枚組で4000円しか買えなかったんで、Don't Live With Me のシングル買って泣きながら帰りました。あれちゃん、それベストアルバム買おうとしてたんちゃうの ?2 枚組のやつって。ベストでしたっけね。結構初期の、僕はだって小学6年生ぐらいだったんですよ。2枚組で4000円。はい、残念。そうっす。あと、ガラガラヘビ買って帰りましたね、コンテンツの。買う CD がやっぱちょっとあれよね、ぶっ飛んでるよね。まゆみどん、新駅とメガネ変えたら油切ってるから。いや、今日油切ってますね。テカテカしてますね、はい、あなたの知らない世界は怖い話。僕の油はいい油なんで、はい、良質な油、良質な油なんで。オリーブオイルか、はい、あ、これ暁ゾーン行くんじゃない。超暁、やっぱり金ステチェンやったからだいぶ熱いと思いますけどね、はい、君たち早く開けてくれたまえよ。まゆみどん、鳥取カレーとバッタに切れたあかん。いや、もうすごかったですよ、バッター、本当に。もうどこもうあちこちにいるの。いや、もうなんか明かりに光に反応して来てたんで、虫寄ってくるんやね。で、近くに田んぼがあるんで、はいはい、ものすごかったです、今日は。まゆみのは虫とかこう普通に掴めるの。あ、ダメです。 あかんねや、はい、気持ち悪いよね、怖いよね。なんか、ヒーってなる。ヒーってなるんや。まゆみのフォローする基準とかあるのって言われてますけどね。え、何ですか。フォローをね、する基準ってあるんですか。あ、一応、まあ自分が知ってる範囲の人たちはフォロー返してるんですけど、うんうん、まあそれでいいと思いますけどね、はい、あのね、まあ全員に別にフォロー返す必要もないからね。森金、市駅、尾崎豊子だから。尾崎豊子はあれですよね、ジージやんなや。15の夜、これジージの歌い方です。ジジタの寝屋川市駅前の店長のことなんですけどね。進んだバイクで走り出す。
それはあくまでも麻酔健二君。負けとるんですよ。あ、森さん、波紋出てきたわ。来ました。上上。おお、ほんまや。あとは勇気だけだ。出てる。全然気づいてへんし、あんな光当たってたのに。ますね。ジージのあの尾崎でのけぞったからやっと見ましたけど。立つんだし、お金が足らない時の買い物めっちゃ寂しいけど。朝は爽やかなラード、ラード。刺激の油はラード。ラードってスーパーでもらえるやつやな。いやどちらかというとせめてごま油とかにしようし。最後だけにか最後だけかけたらええやつね。これどうなん？緑、緑やけど大丈夫？しかも初めあんま良くなかったんですよ、僕。うわ。しょぼ。え？マジで？これはやばない？え、やばない？何やった？今の家紋何やった？君たち共に頑張ろうぜ。もうパツパツやないか。謎のカモン、00ないのに、なのに、花系のカモン。でも、ニューギンさんの場合はしゃあないね。ずっとやばいね、うわ言うてる。シエキの体はナメクジ体質だから、汗かいたら塩分で溶け始めるかも。いやいや、もう死ぬじゃないですか。ドロドロなる。今日の番組貢献なしははっきり言って丸玉が先般っていう人いますか。いやまあ重罪、重罪みんな分かってるじゃないか。皆さん分かってるじゃないですか。なるほど、これは罰ゲームで。刺激とも子供ネタで会話したい、ジージは話弾むのにって言ってますけど、これは世代がちょっとジージ売りやからじゃないんかな。ですかね。わあでも超若月外したんちょっと痛いよな。まだ熱そうなのが終わってるんですか。ほんま、はい、ああ一応009まで行ったんか。ただ赤やけどな。みんな元丸玉いじら、いじったろかって言ってるから。いやいやいじったろかって言ってる。24時間テレビに横浜流星くんやったっけが出てるって、ね、はいはい、キコーナの横浜流星って、あのあれやね、字が違うけど、まあ、僕は横浜流星くんよりは、はい、田中圭って呼ばれてますね、キコーナの。ほんまに刺されると思うね、はい。マルミドンは嵐では誰推しですか。あ、マルミドンチャンス、はい、嵐だったら、あ、でも二宮くんが言ってますけど。そうなんや、ニノが好きなんや、はい、ちょっとあれやもね、クリエイティブな感じやもん ね、 そうですね、ニノは。なるほど、 V6 の中でもトニセンやったら誰が好き。トニセン分からへんのじゃん。坂本くんとイノッチと長野くんや。え、って言われた。坂本あ、坂本くん。坂本くんか。じゃあ、TOKIO で言ったら城島茂が好きな感じですね。なんで勝手に決めつけるの。いや、でも城島茂さんええやんか。ええー、人やで、あの人。まあ、そうっすね。うん。安定、なんかね、おじいちゃん感がいいですよね。大谷さんは誰ですか？山口メンバーですか？なんでやね。私、永瀬がいいですね。おぉ、ゴリ。あの、それから気候なの永瀬はやめてくださいね。永瀬ダメ。はい。ちょっとやっぱりね、部類が違うと思いますね。ちょっと緑保留はさっきも緑やったけど、でわがまだね、全然玉井次郎当たらないですね、これ。見せ場は刺激、暴言は真由美の、何もしてないのが丸太。暴言じゃん。暴言って何言うた、暴言。超赤好きで当たったことないってね。超赤好き熱いと思うけどね。ねえ、あんだけ発展したの。真由美の光源氏やったら誰が好きって、もう世代ちゃうからさ。光源氏がちょっとねえ、宇宙美くんですかね。宇宙真由美堂の世代やったらどうなんやろう。今のジャニーズの人やったらどうなんやろうね。キスマイとかあの辺じゃないの。いやでも僕キンプリ世代ですから。嘘つけよお前。ほんま。あ、でも多分ニュースとかカタンとか、あ、そっか、カンジャニとかあの辺かな、はい、そっかそっか。ちょっと光源氏は分からへんわ。ポリメンバー明星呼んでた女子に突き飛ばされて腰痛めたわ。ジャニーズ恨んでる。明星はやっぱね、小中高生の時はもうやっぱね、呼ぶよね。そうですね。バンド、やっぱジャニーズ好きはみんなウィンクアップ呼んでますから。あ、わかる。ポポロ。あともう、もうちょっとね、たったらポポロとかもね、呼んだりするよね。ジュノンボーイが好きな人はポポロかな。タマプシュリンはあのボムっていうあのグラビアイドルです。懐かしい。ボムな。あれ、初級編よね、多分グラビア雑誌のね。シーケン光源氏。僕の青春時代はあの熊田曜子とかでしたね、あのそういう表紙は。凍ってたんかい。
いや、買ってはないです。立ち読みか。大体クラスに1人ぐらい好きなやつは大体持ってますよね。回し読みすんの、はい、シェイキャー、御三家やったら誰が好きですか。御三家やったら、どうにしようかな。五郎にしようかな。五郎なんや。シェイキャー、紫式部世代。御三家。さあ、一応森さん1時回ったけどどうする。あれ見せ場でええの。どうします。一応じゃあ次延長して誰か当たるまでにします。まあちょっとラッシュ見たいけどね、はい、ちょっと真由美丼と丸玉くんがちょっと当たってないからさ。ちょっと当てんとあかんよな俺。店長、パチの椅子って体重関係で壊れることってありますか。体重関係、まあ重量とか。重量これ何本までいけるんでしょうね。難しいですけど、やっぱり極端にこんな座り方とかしてたら、ああのけぞったりってことね。まあ、劣化とかで多分バキっていく、バキっていくことあると思いますね。一応この軸があるんで。あ、そうですね。この軸がまあやっぱり9年劣化で交換しないといけない時も僕らあるんで。まあよほどのことがない限りは壊れないと思うけど、まあね、お相撲さんぐらいの体型の方がもう毎日毎日その椅子座ってたらちょっと分からへんけどね。それでもそんなに早く潰れるとは思うんけどな。まあよっぽどことない限りはそんなに早くは。ねえ、地域タヌキントリオ。タヌキントリオって言われてるけど、タヌキンじゃないの。タヌキントリオやったら誰が好き。いや、イモキントリオの方が僕は。イモキンな、はい、良い子、悪い子、普通の子の方ね。はい、そしたら誰が罰するかまで決めようぜ。あ、誰が罰するか決めるまで打つってことね。なるほど。刺激と丸玉に質問です。河原でエロ本拾ったことありますか。あ、でも僕はやっぱ家から淀川が近かったんで、はい、なんか小学校の頃とかみんな探しに行ってましたね。探し。丸玉くんはどうだ、もうそういう世代なん、はい、いや、そういう世代じゃないかな。もうデジタルの世代だ。デジタルですね。あの本屋さんの横に怪しげな自動販売機とかなかった。あ、自動販売機見たことないですよ。あ、そうなんや。ちょっとモザイクかかってるよ。そう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 。あのビニールのなんかカーテンみたいなのがねかかってる。ちょっと昭和やけどさ。シェイキ、真由美堂の台のボタンを押してきて。あ、押した。そういうこと、ね、延長ボタン。とりあえず10連敗をしてって言われた。もし椅子壊れたらお客様負担になるんですかって言ってるね。いやー、それ代表によるんちゃいますね。まあまあまあ、明らかにね、こう故意でやってたらちょっとあの賠償みたいなのあるかもしれませんけど、はい、普通に使っててのもし ね、あの故障だったりするとそれはまあやっぱ店の方になりますからね、はい、バリバリエロ本っていう。まゆみは刺激を男として見れるかな。いや、もう店長は店長なんで。そうやね、もうそこはもう対象すらならへんわね。やっぱあれですね、社員としか見てないで。逆に見てますっておかしいことなるからさ。ただやっぱりあのインパクトあったんは、社員として採用になって、はい、お店に挨拶来ますって言って来た時に、はい、メガネとジャージとトレーナーで来たときにびっくりしましたね。田舎のヤンキーやないか。ジャージというか、まあまあちょっと楽な格好で行ってもうた。引っ越しの日だったので、ほうほう、もうそのまま行っちゃったんだから、ね、はい、あ、ちょっと待って、丸玉くん、ちょっとこれ暑いね。暑い、ぐるぐるしてました。赤保留で今金予告が出ましたね。ジャージワロタ。加古川店に売りに来てるメロンパン食べたことありますか。そうですね、Jパンさんですね。は食べるんですか、店長。一応僕らはやっぱお客様買われるものは買わないっていう。あ、そうなんだ、ね、風にはしてます。ほうほう。なんかこう例えばちょっと余ったって言ったらいいから。ただ僕昔あれですね、他の店に、はい、行った時に食べたことあります。あ、同じあれですか。おいしい、その同じとこです。同じとこです。あ、そうそう、別の店行った時にね、買うってことね。そうです、そうです。美味しい？美味しいですよ、焼きたてパンなんで。あ、いいですね、焼きたてね。はい、さあ、丸玉君に初加速装置きましたよ。ついに。じゃあ森さんの台もね、また上は出てきてるんやけど。中途半端ですけどね。いよいよ真由美の罰ゲームかってみんな待ってるじゃないか。エロ本の自販機はほんまぎれやって言われてるね。今もうないんじゃない。そうっすね。メロンパン食べたことあるってね、知らんかって。まゆみ丼は刺激以外の店長見たことありますか。あ、気候なのですか。
まああれですよね、エリアの店長が加古川に来られる時とかですよね。あれ、森さんまた家紋来たわ。家紋、ただその代わり丸玉くんは家紋来てないもんな。来てないですね。しかも敵の名前がエンペラーっていうだけあってもこれはいいんちゃいます。でもただ、青堀やで。いやでもここになんか待機してますよ。あ、お前ジョーが、あ、お前ジョーがおるね。シェフ飛んできそうやね。飛んでくるでしょう。はい、パスんだパスんだジョー。違うって違うから。ドッツン、俺はもう燃え尽きしまったぜ。その持ってるの面白いね、ジョーが。あー、丸玉くんはカットイン金やったね、これ。これモロタンちゃう？あ、当たった。いい音鳴ったね。これはもう決まっちゃったね。じゃあ森さんもジョー来るっしょ。あ、来たね。ジョー来るなった。はいはい。森さんこれ外して終わりやろ。いやでも僕やっぱあれだね、森口出身なんで。森口って言ってたらやっぱあのラブホテルはエンペラーなんで。懐かしいな、もうないやん、はい、もうないやん。はい、当たった。なんか嫌やな、真ん中挟まれて当たるの嫌やわ。お前や、なんかしかも両方とも8で当たってるし、仲良しかお前ら。やったな、やったな、ちゃうわ、ほんと。これどっちかはラッシュ入るんやろ、多分。どっちかが入ってどっちか入らんのやろ。どっちもだ。僕は君を見たくない。当たった。店長、焼きたてと脱ぎたてどっちが好きですか？脱ぎたてですかね。今眉毛の冷たい目で見てたんですか。地域夜食にナッツの大袋を送ろうかってやってる。いやそれはちょっと気持ちだけにしておきます。ナッツ、ね、はい、ありがたい大言葉をありがとうございます。マキコシールとバトラーシールが欲しいという方おられますね。店長と誕生日一緒なので店長プレゼントもらってます。お、もしかして、もしかして、もしかしてその方は、はいはい、今日の罰ゲーム何やるってやつ。今日な、どうなんやろう。まあ、森さんの罰ゲームするところが見たいなと思ってたから、まゆみ丼に股間でも叩いてもらおうかな思っとってたけどさ。おう、ラッシュ入らず。あ、丸玉くんも入らんかった。もしかして入らなかった。嘘、どっちも入らんのかよ。マジで。これ多分時短何回やったかな。50回もは100回。あ、時短が一応ねあるので引き戻しできたらええけど。罰ゲーム、刺激とラップキス、あとは引き戻しだけだ。無理だ感じ。おいおいって。丸太も外して罰ゲーム行ったらよかったろうに。まあそこまでにちょっと外すのもな、ね、もう当たるかなってことだけど。サンシャインにあげます。いや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 、もう無理叩く。それとお尻叩いた方がやる。まゆみ丼じゃがりこは何味が好きですか？え、あの青いやつが好きです。じゃがバタかな。じゃがバタですかね。なんかふかして食べる人もおるし、何だっけな、じゃがアリゴやったかな。あ、はい、ありますね。ね、あれ流行ってたよね、一時ね。やったことないですけどね。なんか簡単そうは簡単そうですよね。そうですね。お腹膨れそうですよね。まゆみ丼罰ゲームいいリアクションしそうやからそれみたい。じゃあ座禅的に肩を叩こう。あれね、勝つやな。あれ、なんか震えました。震えた。これもまたね、00ラインの。あ、でもそれは合体しないやね。合体したかったっすね。お姉ちゃんの勝手に入った。嬉しそうやな。いやー、なんとも言えないっすね。前見度は今のうちに当ててラッシュ入ろう。何振るだけ。バナナボードが見たかった。これ衣装がちょっとね、かわいいよね。いいっすね、ジャガーリコ美味しいですね。罰ゲーム、下ネタがいいけどコンプライアンスになってね。下ネタやってもいいけど、あなたたちが責任取ってくださいよ、ほんと。森さんの場合は、ちょっとね、役物が合体せんかったから、ちょっと期待度はあれかな、低いかな。3点ですけどね。あー残念。今来ましたね、間に合ったかなってことで、全然間に合ってます。まゆみ丼は罰ゲーム、りんごちゃんのモノマネ。りんごちゃんってあの今あれかな、あれですね、めちゃブレイクしてる。じゃあ大友康平の歌を。あ、そう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 。フォルティッシモ知ってる？まゆみ丼知らない。あ、知らんのか、
丸玉くん知ってる？あ、知らんねや。やっぱテレビ見えへんかったら分かれへんか。いやでも結構カゴがあのショッピングセンターに来てますけど。そうな、その情報どっから仕入れんの森さん。いや普通に駅のあの広告とかに、ね、あ、載ってんの。ちょっとカゴがあって読んだら、りんごちゃん読めますかね。もう今無理か、あんだけ。あ、ちょっと待って、金色じゃないですか。金色っすね。ご注文はこれ当たるんじゃん。地域歌ったって。また緑っすね。ここでまだ合体するかどうか。あなたと合体したい。それ違う台ですよね、あなたと合体したい。さあ来い。あ、でもあれがない、あれがないっすよ、皆さん。何？バナナボードがないです。あ、一番熱いやつ。しかもスイカ割り。これはだんだん下がっていくパターンじゃん。刺激歌ってあげて。まゆみ丼の罰ゲームはサムのコスプレお願いします。サム、あの TRF のサム。そっちおもろいけどね、それ。 TRF のサムやる、それおもろいな。じゃあ、あの DJ コウを DJ タマがやります。森さんなんよ、そんなんじゃ。僕はボーカルの勇気やります。フラでええとこ分かっとったよ、これ。尻下がりが、お、当たった。来ちゃいましたね。尻下がり言われてたけどね。いやいや、いつもあるじゃないですか、尻上がりハードって言われてないんですか。さっきもハードっていう2つの忘れとったけどね。みんな刺激刺激言うから。まゆみどん丸玉くん罰ゲームやったぜ。え、ま、たまにはやっぱそういう回もいいんじゃないですか。ほなもん、シナモン一気飲みでもいいよね。いや、やったな、シナモン一気飲み。うん、これ、これじゃあ森さんあれか、右打ちで当たってるからもう過去編とかラッシュなのかな。もうなってます、はい、おっと、センター。おう、マックス、マックス。おっ、おちょっと待って、丸玉くん熱いんじゃん。軍来ました、軍来た。もう、まゆみ丼かわいさすぎるやろ、あんたら。まゆみ丼おめでとうって言われた。全く星関係。あ、しかもバナナボート来たよ、丸玉くん。ちょっと見たいな。見たいな。ちょっと見たいな。演出みたいな。もうバナナ言うとだけやん、お前。演出みたいな。刺激、星2のリーチでも当たったから、星関係なかった。いや関係ないですね。逆に熱いんちゃいます？いい横来て。なんかな、はい、弾を抜いてください、言われてますよ。私、あれじゃないですか、あの、ダイヤマトとかも、ね。うん、あのいい横来た後に、あ、ジャクリーチ来たらみたいな。アーギンガリーチ来たら確定とかありましたからね。まあ確定ではなさそうやけどな。マユミ丼の周知プレイ。あ、しかもマックス来てるから当たりやんか。二人とも時短で引き戻すのなんなんこれ。タマ君よくやったぞ。ありがとうございます、はい。下打ち披露する。マユミさん頑張ってくださいよ。頑張ります。はい。なんかムカつくよね。当たっとるやん。ザーボンさん、タマさん、行きますよ。お前、まゆみ丼ザーボンだっとるやないか。はい。うんまね。いや、これね、すごいね、2人とも急に当たったね。いや、しかもスイートペインが流れてますね、グローブの。はい、あ、ほんますね。グローブのあれでしたっけ、初代かほとんど入ってんのかな、今回。入ってるんですかね。前の009はあの入ってなかったもんね、スイートペイントとかね。そうですね。どうしようか。まあまあ、タマ不死人がパークマンサーのモノマネしてくれるかもしれないですよ。え、パークマンサーのモノマネ。パークマンサーな。パークマンサー。軟式グローブ知らんの。いや、世代ちゃうっしょ。くっそ、学校以降知らんのか、ほんと。え、学校以降は、まゆみのは知ってんのか。知ってます。じゃあ、丸玉くんも知らん。なんかで見たことあります。ああ、じゃあもうあれか、リアルタイムじゃないんや。そうですね。いや、森さん、世代ギャップっすね。世代っすね。僕あの学校以降に出てたあの音楽のやつの CD、ツアーで借りましたけどね。ゼロゼロ打ちたくなった。マイミドが空気すぎて草って。草生えてる。草言われてる。草言われてる。マイミドいじめると転勤願い出されるぞって、ね。もう私過去が見たくないって。来ましたよ、また。ほら。赤まで行った。一応これであれか、森さん当たったら3年やからさっきよりは超えるってことやね。当たりましたよ。丸太箱今2連中やから、これで即落ちってなったらちょっとやばいね。やばい。さっきの記録超えれへんもんね。
まゆみどんが昔付き合ってた彼氏のラブラブだった頃の話を語る、あ、罰ゲームか。絶対嫌です。嫌な。そういうのほど聞きたくなるよね、みんなね。でもなんかね、えげつないエピソードありそうな言い方しましたね、今。結構前の話とかやったらね、もうあれかもしれんけど、ちょっとなんか言えそうなやつあったら見繕っていいから。軟式グローブ懐かしい、面白かったね。そうか、私らはやっぱ未成年の主張が面白かったからな。あんまその辺のあれは見てなかったな。軟式グローブは最近今でも活動してるのを知りました。してますね。なんかあの小池がずっと変わっていってるんですよね。あ、そうなんですね。はい、女の人の方だけ。あの男の方がずっとやってるってことか。じゃあまあ今やったら YouTuber とかでできるもんね。そうですね、確かに。青春の主張、まゆみどんが好きだ、結婚を前提にお付き合いお願いします。モテるね。その代わりあの既婚者だった場合は今すぐ離婚してから来てください、ね、そうですね、はい、お願いしますね。はい、私があのナコードとしてはナコードだ。そうだ、ちゃんと面接してあげてね、まゆみどんの彼氏でやる人はね、はい、ちゃんとあのお見合い場所についていきます。お見合い場所。ちゃんとその時はちょっと痩せてくださいよ、私。あれ今でも十分じゃないですか。いや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 、ラブラブだった頃の話をお願いして、彼氏のどこが好きだったとかを暴露お願いします。シェイキが想像する真由美の元彼のモノマネ。あーでもね、勝手なイメージなんですけど。ちょっとじゃあお願いしていいですか。勝手なイメージなんですけど、かなりのダメンズ感を出してます、ね、ダメンズ感。あ、そう、合ってますよ。あ、そう、まゆみのどっちかってやっぱちょっとあれな、ダメンズをちょっと気にしちゃうタイプなのかな。じゃあどうなんですかね。理想はね、さっき引っ張っててくれる人がいいって言ってたけど、案外逆のパターンあるもんね。そうですね。ちょっと見繕っといてもらおうか。2つか3つぐらい。ジャニーズの運動会にも軟式出てたよ。あ、そうなんや。チャンスチャンスチャンス。よくいわ、アンダーツリーで補填よろしく。なんでやねん。そこは自己責任ですよね。答えてまゆみどんって感じで、ツイッターの質問に全力返してみてください。あー、なんでも NG なしってこと。そうかね、あの下ネタは一切バッサリしますからね、もうバッサリ切るからね。そうっすね、ちょっとまあまゆみどんは答えれないこともいっぱいあると思うんで、あのゴリに質問してもらったら。でゴリやね、森座降臨。まゆみどんの元彼は沢田じゃないの。沢田はあれや、尼崎の玉江さんや。玉江ですね。あ、そうか、森さんも知ってんのか、沢田さん。沢田、僕が面接しましたからね。そうなんや。はい、あんまその辺の話はね、ちょっと言うとまたあの日が飛びそうやからやめとこう。はい、とりあえず、ジージは逆にややこしそうなやつ好きなんですよ。はい、あ、なんか問題児好きそうやもんね。面白そうやん、取ろうやって言うんですよ。でも、後で責任取らないでしょ。取らないでしょ、沢田って。あれ、これ森さん、あれはね、今回早いね、当たりが。いやー、いい感じちゃいますね。4年目今ちょっと丸玉くんが順調にハマってるけど。そうですね。ハマって落ちるパターンちゃうやろうな。そう、矢吹見る目ないな。矢吹っていうかあれね、じいじよね、多分ね。沢田さん、また懐かしい話。いいですよ、僕たまえも、はい、なんかあの面接したんですよね。ほうほうほう。面接してたまえん時もなんかそのなんで、まあ、うちの店に来たんですかって話したら、はい、なんかその前の店で働いてた店長が、はい、まあ、この会社は大きいしいい会社やからそっちで働いた方がいいって送り出してくれたみたいなこと言うんですよ。ほうほう。たらもう、もう元の店長の愛人やと思うじゃないですか。、はい、それをじいじに言ったらじいじは、うんうん、いいや面白そうやん取ろうやんって言ってました。ちょっとじいじ狙ってたんちゃうやろうな、それ最初。それ森さんの偏見もひどいけどね。いや、なんかそう、なんかもうすごい親密な言い方をしてきたんですよ。あ、そう、はい、もう誰が聞いてもちょっと怪しいなって思うぐらいの。ずっと働いてて言ってなんかその恩師のような人なんですけど、こっちで働いた方がいいって言われたから来ましたみたいな。なんかそれ今の流れで言うとどこを愛人要素したらやろ。いや、ちょっとそれ以上はね、ちょっともうあまり記憶ないんですけど。あの勝手なこと言うたらタマちゃんのイメージ悪なるからやめときや。ひどすぎる。タマちゃん愛人やったんかって、ほらほら間違えてるからみんな。
いろいろやばそうな話だ。いやー、ブタマちゃんの風評被害がひどいよね。ひどいひどいひどい。で、ややこしいの取るのが大好きなジージが取ったのか。そうですね。市駅に面接される身になってみろ。ほんまやで。もう2つ3つぐらいあの盛られるような気がするな。いやいや、もう超真面目な時期ですよ、うん、僕。ああ、そう。はい。ちなみにあの、まゆみ丼の面接は誰がやったんですか？本部ですね、本部。あ、本部か。あ、でも、あれですよ。あの、CM でお弁当食べてる人が返してくれました。あ、そうなんや。あ、そういうなんか、つながりもあるやん。やぶさかではありまへんな。ほらほらほら。それ、口癖やったっけ？たまちゃん、愛人メモじゃ。え、たまくん終わってんの？終わりました。おいおい、はめて、はめて落ちた。終わるなよ。はめて落ちようか。あれはちょっと重罪ちゃうか。そうっすね、今日の罰ゲーム、もう決定したんちゃいます、もうたま副主任で、いや、二人ちゃいますもん。二人で、ね、私面接行ったら採用してくれるかな。まあ今ね、やっぱどこの業種も人材不足ですからね、はい、もう来ていただけるやったら嬉しいですよね。まあしれっと落ちとるやんと。加古川は2連止まりってデフォで OK ですか？いやいや、あの、私4連しますからね。やっと、やっとね、やっとな。いや、森さんも油断しとったらハマってそのまま落ちるね。そうなんですよ、結構ハマったら怖いっすよね。そうね、なんか分からへんけどね、転落確変の怖いとこっすね。僕、転落確変の機種、ほんまは相性が悪くて。相性悪い。フェアリーテールとかも、あ、はいはい、100回転超えるんですよ。ですぐ落ちる。で、300回転ぐらいで落ちるっていう。あ、もう一番いらんやつ。そこまで引っ張られるみたいな。小当たりらっしゃったら嬉しいんですけどね、そこまでハマったらね。丸玉罰ゲーム回避できず。ハマくあれ、もうやられるしかありません。刺激は、刺激はしゃあないから免除って言われた。ありがとうございます。いや、連帯やから3人罰ゲームやろ。あかあかあかやっぱそれはやっぱ上司が責任取らなあかん。そんなあまりにも甘いところばっかり見せたらあかん。視聴者のコメントで50連したとか聞いたから残念感がパない。ほら、そんな、ほらほらほら、そしてデンジャー来ました。そんな言うてたらデンジャー来たよ。いや、ここは逆転ファイターなるんちゃいます。炎の、はい、あ、まあさっきもそんな言うてて結局危険度、あ、でも危険度2やもんな。タラタタプレの炎がマットを焦がす。それ歌ってるけど、まゆみどんとなる多分絶対分からへんよな。今日の勝負は本気で分からへんよ。ほら、全回転来た。いやいや、まだ止まってへんで。あ、でも3人やから、あれですね、これは回避できそう。ほら、加速装置。加速装置は当たりってことないんかな。ちゃいます。ルール破りだ。どんだけ歌うねん。さあ、全然関係ない。お遊びはここまでだ。マックすぎや、レンジャー森。来ましたよ。おせえ。あれ？マジで？え、七点やで、七点やで。え、当たるっしょ。復活っしょ。あれ？当たるのね。え、あ、ちゃう。レインボー来た。おレインボー来た。え、何やったの今の？でもボリューム3つ進みましたよ、今。そっから。ちょっと。関係ないんじゃん今の。あの、なんなん今の。そのあれ3つ後が当たってたってこと。っていうことでしょうね今のは。一番いらんやつやん。さっきの加速装置なんだ。まさに炎の逆転ファイター。就職年齢いくつから採用してくれるんですか。ああどうなんやろうね。最近でもなんてやろう、オールダーの方でもね、あの採用されてる企業もありますからね。そうですね。やっぱりね、働いてね、もらえる年代の方やったらどんどん来てくれるじゃないですけどね。素直に当たれやってね。9が確定でしょうね。まあまあね、7は、この台はそこまで熱くはないけど、あそこまで行って外れんねやっていうね。ちょっとがっかり感が。5連しましたよ、5連。5連。なんとか5連。一応また丸玉子の台が騒がしいけどね。そうですね。前に3。全然騒がしくありますから。確かにね、まゆみのフォローするわけじゃないんやけど、あの回数見たらね、今日ちょっと当たらないだろうなっていうぐらいの回数ついてるから、ちょっとかわいそうやけどね。なんかね、盛り上がった感もなんか今日なかったような気がする。まあ、あのお客様がちゃんとこう全部取り切ったなっていうのはようわかった。確かに、82回出てるのはやばいね。だってレンちゃん見てたら何24、28とかなんかすごいね。そうですね。33とか5、7、18。その後、あ、丸太箱、これ熱いな。家紋出てきた。
まゆみ丼草。あ、また、エイモ。なんかええとこばっかり出だして、これ。あとは勇気だけだ。なんか急に森さん楽しそうになってきた。まゆみ丼神戸中央に森茂樹よりイケメンの店長がいるよ。そうなんですよ。横顔永瀬智也ですね。でも過去側の店長と以前応援に京都いた時の店長しかわからないんですよ、ね、京都で京都向こう違います違います、宇治大久保。ああ伊藤さんか、はい、茶道伊藤、茶道伊藤な。ちょっとあの堀の深い店長ね。なんかニコ生を見てくれたみたいで。あ、本当、はい、向こうの社員の方が見ましたよって、はい、あ、じゃあこの間あのおあれ応援行ったのはこの何週間か、あれ4月の末から5月の末まで1ヶ月間。あ、そうなんや、はい、そんなに行ってたんや。ねえ、伊藤店長も元気そうやったらよかったですね。もうなんかめっちゃ面白かったですね。ちゃと、ちゃとも頭おかしかったでしょ、前に。頭おかしいかね。あの人もね、主任時代から放送出てはりましたから、結構長いこと出てましたよね、確かね。頭おかしかったっていうコメントもちょっと何度も用意はあるけど、まあネジは取れてるよね。なんか森さんの台ブルブル言ってるけど。ブルブル言ってます。あ、震えてる震えてる。あとは勇気だけだ。当たった。なんか急に派手になってない？いや、面白いですね。面白いね。なんか取ってつけたような。今何連ですか？7連目です。7連で何発出てるんですか？2800。ちょっと振り分け大丈夫？300が多いね。300多いね。確かに。あ、でも振り分けそんなあれか。出玉多くないのか。3ラウンド加工が確かに 75%。 ああ、そっか。まあやっぱりそれはあれよね、回連チャンス伸ばさないと厳しいよね。たまくん9点外しあかんぞって言われたけど外れてるやん。外れました。え、9点やった9点に変わったんですけど、ね、うーわ、外れました。やばいね。でも今日はですね、森さん、過去側の009、割とやっぱ回数ついてますね。いやー、いいですね。結構あれですか、終日打たれてる方多いんですか、この台で。4台人気ありますね。あー、やっぱあれか、後継続台がやっぱ今もうブームなんかな。そうですね、戦後高等目のライトミドルもしっかり。あ、そうですね。なかなか最近は人気のある台多いですよね。3000欲しいね。でも完全にこれは振り分けやからしゃあないね。店長、ブルブルってどんな感じ？ブルブルですか、はい、あのドクターエア 3D スーパーブレードと同じぐらい震えてましたね。知らないですか、あのなんか乗ってブルブル震えるマシーン。ああ、あの太ももとか腹筋鍛えるやつ。そうそうそう。あれ、森さん、ちょっと過去顔でやったらええや、置いて。置いてですか、置いていいんかな。難しいんですよね、ダイエット器具っていうね。あれやと思う、マッサージ機器とちょっとまあ分類は一緒ですけどね。まあただ効かないですけどね、あれ本当。朝から粘るんやったら何がおすすめですか？粘るんやったら粘る、まあ分かんないよね。でも粘るって言ったら、まあ少額投資で済ましたんやったらやっぱり U パスとかライトミドルになるでしょうしね。ただ分かんないよね、ライトミドル打ってもそらハマる時もあるし、ミドルパッと座ってもうおスイッチで当たるレベルの時もありますしね。難しいと思うよ。まあでも一番はもう自分の好きな台打つのがええんちゃうかな。そういったらまだ納得できるからね。そうなんですよ。最近の出玉がでもしょぼすぎるってね、乙女が特に。いや、でもそれは後継続やからしゃあないよね。まあそうですね、どっち取るかですからね。そうそうそう。まあ10ラウンド 10% しかないからね。デンジャー。トミーエリアだと中市と、義堂店長以外まともな店長が見つからない。中市と誰ですか？あの福崎の店長ね、あだ名があのつっちゃんすか、辻岡義堂に似てるから。あ、はいはい、義堂店長ってあだ名なんですけど。いや、正直辻谷くんと僕ぐらいちゃいます、はい、なんですぐ僕って言うの？この放送見てる人はもう森さんがまともじゃないってことはよく分かってるから。おかっちもちょっとぶっ飛んでるし、おかっちはぶっ飛んでる、大和さんもぶっ飛んでるし。そうね、はい、終わるやん、エンドなっとるやないか。坂井君と上村君変態やし。自分は棚にあげねえね。そうっすね、終わった。勇敢なサイボーグさ。あ、ちょっとね、まひみどんちょっとチャンス来たね。はい、最後、最後のチャンスかも。金来いよ金。でも緑なんですよ、ほんまやね。ちょっとこれ、ジョー飛んでこんと厳しいね。ジョー
おい、3052発でどういうことやまあまあ検討したんちゃいますあでも強継続ライトミドルやからこんなもんちゃおうかな、ね、まあ言うてそんなハマってないもんな森さん。そうですよ、ずっとね3本でいってますんで、まあ数珠連や思ってますからね、私も出るときは早いこと初当たり引いて、まあ、しょぼれんしょぼれんで一撃ドカーンって感じかな。何万円でもそこまで続かないですからね、やっぱりあの続くときは続きますけどね。悩み丼は緑保留から変わらんか。じゃあ今日の罰ゲームどうします。いやとりあえずやっぱあれちゃいます、もうこの2名じゃないんですか、この2名丸太前だったけど道ずれないよ、ありましたけどね、うん、何系にするじゃん。やっぱね、ちょっと藤黒とね、玉不審に関しましては、罰ゲームやらんでいいとかいう、ちょっとあの甘い考えがあるんで、甘い考えある。一回ぐらいやっぱ現実を見とかなあかんなと。あ、そう。そんな甘くないぞと。はい、まあ、玉不審には僕そこまで思わないんですけど、藤黒はもう10回ぐらい罰ゲームしたほうがいい。どんだけ恨み持っとんやん。じゃあちょっと一回こっち、じゃあオープニング画面にあれしようか。そうやな、何するじゃ、この2名は確定確定な。やっぱり視聴者の皆さんもそう思います。ああそう、ゲッダンゲッダン戦いの時どこ行くんやあの人いや、ダンバインにも行こうかな思って。ダンバインそっちちゃうやろ何しようじゃ、辛いの。え、何を用意してきたんですか、まず。ね、じゃ だからあのあれよ、複数のパターンと、はいはい、その個人のパターンと決着がつかんかった時のパターンで考えとったんだけど、いっぱい用意してだって分かれへんやん、だって怖い怖い怖い18金かシナモンがいい。あ、辛い系とかってこと？辛い系は得意なんですか、2人は。どう？いや激辛。あ、こいつは強いな。あ、強いんかな、まあ、これ最近のでも若い子、辛いの耐性あるもんね。意外ね、やっぱあの化学調味料に慣れてますから。化学調味料。言い方。はい。どうしよっかな。一応今日持ってきてるのが、バットと、ハリセンと、はい、で、その粉系と、体型が多いな、なんか。あとはあのロシアンビリビリかな、あの指入れるやつね。あ、ロシアンビリビリ2人でやるのいいんちゃう。あ、それにするじゃん。え、森さんも入る森さんも入るってこと。いやー、3分の1や、え、3分の1やだから、これランダムやったかな。2人の時もあるけどね。いやー、ちょっと僕あの結構あの、うん、こう入れてるんで。は医療機器入れてるんで。どこに入れとんの。ここにペースメーカー。はい、嘘つけよ、お前。悶絶してる眉毛動画みたい。パツパツ刺激。じゃあそれじゃあ森さん決めていいよ。はい、じゃあもうビリビリロシア行きます。ビリビリ行く、ね、じゃあそれしようか。はい、じゃあそこにあのダイヤあるからそれ借りようか。あ、そっちある。ビリビリ、あ、ビリビリボールを見せてください。じゃあこれは2人が2分の1ですね。こえー、これどっちかがビリってなる。え、入れた瞬間じゃないですよね。え、違う、そんなそんな、そんなやばい。じゃあ、座ってもらおうかな。座れる。膝ついてもらってもいいですし。タオさん、行きますか。タオさん、じゃあ、1と2で多分、どっちかかな。どっちか入れてもらって、指を。どっちがいいんですか。いいんですか、1か2。1か2らしい。いや、1か2でいいんです。3、4はダメなんですね。あ、でも電気ついてるところになるかな。なるほど、なるほど。じゃあ、マックスレベルでいこうか。で、どうしたいですか。あの、じゃあ、あの、押してあげて。どっちですか。スタート。スロット、スタート。スタート。おお、これ怖え。あれ、まだ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 。あった。おお、どっち。あなた、今のは丸玉くんやな。いや、もう驚き方からしてもうどっちも食らってる、ね、いや、眉美のは多分丸玉くんがびっくりしたからびっくりしてるあの、でも風振動みたいなのが来ましたけど。森さんやってみたい。いやー、怖いなぁ。ナイス、丸太バーで。最終決戦。そうよね、丸太バー、マイミドンとやる。あ、そうですね。丸太バーク今、ホッとしたで、やらない。そんな来んの。そんな来んの。あ、いいよ、じゃあ。もうびっくりしました。押してくれる、はい、ですよ。そんな来んの。じゃあ、1と2。そっちか。じゃあ、タイミングが分からなくて。それは、あれやからな、ランダムやから。怖えぇ。うわあ！なんでこっちじゃねえの？マイミドン回避やな、セーフ。やったー。ポリさんのあの顔。え、でも軽くビリビリって湧きましたけどね。
や、森さんの方がひどかったね。引き強いね。こういう時だけ。これ、力当たらんように。やっぱ、やっぱ、なんでやねん、そんなことない。そんなことない、そんなことない。やば、森さん、サソリかじろうって言われてる。ほんま、ポンプフューリーの空気抜いといたんです。ないやねん。ただの嫌がらせやないか。じゃあ、参議院集合ね。はい。はい、マイミドンすげえ、2回も開示した。いや、もう、よっぽどバスゲーム受けたくなかった。はい、根性やな。じゃあこれ、じゃあまたお知らせを。じゃあどうします、また真由美丼と、あれ丸玉森さん、私からですかね。はい、じゃあまた教えてください。はい、8月20日に新大会を教えまして、はい、メインでハイスクールフリット5台と鉄拳3台ライトミドルの分が入ってます。はい、設定付き3機種で、海のドラム桜バージョンと、キャッツアイ、巨人の星が入ってます。はい、マレティの方にですね、寿司三昧とお化けランド回も入ってます。で、あとスロットにですね、はい、あのバラティの方にオーバーロード入ってますので、はい、ぜひ韓国店にてご利益ください。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。で、最後ね、これ丸玉くんちゃんお願いします。はい、9月2日から新台解禁する台が、5機種当店入っております。はい、もう、機種の方は当店にありますんで、はい、まだ9月2日までにでも巨体でも見に来てもらえたらなと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。北斗8の剣が10代、はい、楽しみですね。本当ですね。もう先の方は済んでるということなのでね、もうあとは9月2日を待つばかりとなっております。ね、またあのやは、ここは通さねえぜ、ひぃってとこみたいですね。ただやりたいだけやん。ね、森三昧っていうコメント来ました。いや、もう体型そのままやからね。間違いないけど、まずひぃ。はい、最後、刺激締めてと言われたけど、締めるはい。まあ、なんかおもむろにあのくるっと回してはりましたけどね。くるっと回しました。はい、一応スロットは555台ありますよって、スロットごとにも触れておこうかなと思います。なるほど。まあ、あのこの後ろがね、後ろはね、円形島等もありますので。はい、そういうことですので、はい、皆さんまた初めしバトラーとうまひこシールもありますので、そうですね、ぜひもらいに来てもらえたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、まあ、あのキコちゃんに関しては来月、企画があってまた2回放送、来月過去が放送2回ありますのでありがとうございます。ちょっとしんどいけどね。ごめんなさいね、ほんとね。いや、来月はね、でもコラボ放送もあるなんか一応合同があるということで、ハウスです。初めてじゃない、過去側とこれ組むの。過去側でやることあんまないですもんね。確かに、まあ、あの駅前とかは ね、ありますけど、過去側で来てみんなでやるっていうのが多分ないから、ちょっとその辺のコラボとか、はい、まあ、もしかしたらね、まゆみ丼とあのグッサンとか、そうっすね、あのジャイアン藤原とかが来る可能性もありますんでね。ちょっとその組み合わせきついな。なんでなんでいいやん、いいと思うけどな。まあ、ぜひあの来月も過去側放送ね、2回ありますんで、トミーエリア今後ともね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、キコマチャンネルは、明日は八尾大志堂ですね、からの放送になります。明日はキキシリーズをやるんですけど、多分キキ歯磨き粉をやるって言ってたんで、またあの明日また見に来ていただけたらと思います。こんな感じで大丈夫ですか、森さん。はい、ニューバランスの N です。はなんで急に取れたん。いや、これあのね、僕のやつ外せるんですよ。何の話、はい、急にそうそう。 N はデコに貼っといたらよかったやん。いやいや、マジックテープなんで。あ、そうどうでもええわ。はい、はい、ということで、本日ね、コーナー加工画展からお送りさせていただきました。今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、皆さんお疲れ様でした。どうもまた来月もよろしくお願いします。それではさよなら、おやすみなさい、バイバイ。いつも生放送動画をご視聴いただきありがとうございます。本当にありがとうございます。動画が面白かった、また見たいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた生放送動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。さよなら、バイバーイ。